はい、えっと、風光研研究究フォーラムの、えっと、研究会ですあの今日はジュリス・バトラーの「非暴力の力」それからウェンディ・ブラウンの「新自主義の廃墟で、えー、この2つの、えっと、翻訳が、えー、今年出ましたので、えっとまあ、それをあの2冊、えー、まとめて検討しようとそういう、えっと、試みになっています。 いますでえっとまあなんで2冊まとめてえっと検討するのかということなんですけれどもうんとまずそのバトラット・ブラウンはまあ皆さんご存知の方も多いかと思いますけどもまあ私的なパートナー同士であるということもあってまああのえっとですね まあ、バトラーについては、えー、とアセンブリー、それから非暴力の力。まあ、この2冊で、えー、とその真珠主義と、まあ、それに対するオルタナティブ、えー、としての,そのアセンブリー、あるいはあの、まあ、非暴力的抵抗の、えー、問題について検討してきたわけです。ウェ、えー、ンディ・ブラウンの方はいかに民主主義は失われていくのか、そして、真、え、珠、ー、主義の廃響で、というこの2つの著書で、自、ま、由、あ、主義的な統治、 の、何、えー、て言いますか、えー、現状分析からその批判へというような仕事を一貫して続けてきています。で、まあそういう、えっ、ー、と、二つの、えー、潮流ですよね、えー、を、まあクロスさせて分析してみると、えー、何か、えー、いろんなことが見えてくるのではないかと。まあそういう、えっ、ー、と、観点からですね、今回。 の、えっと、書評会を企画させていただきました。で、えっと、私は、えっと、筑波大学の佐藤義行です。で、えっと、まあ、今日司会をやらせていただきます。で、えっと、発表もさせていただくんですが、えっと、私と、それから、えっと、清水智子さん、えは、ー、ジュリス・バトラーの非暴力の力の翻訳をして、 でそれからウェンディ・ブラウンの「新自由主義の廃での方は、えっと、河野慎太郎さん、えー、今日ご発表いただきますが、えー、がされていますで、えっと、それからあのその後ですねコメンテーターということで中江麻子さんと函田哲さんにお願いしているんですが、まあ、中江さんは、えっと、いかにして民主主義は失われていくのかを訳されています、えー、ということで、えっとまあ、ウェンディ・ブラウン の、えっと、仕事に、ね、非常にお詳しいということですね。で、まあ、箱田さんは、あの、風の専門家なわけですけれども、まあ、バトラーの,あのブラウンも、まあ、そもそもなんでこれを、あの、えっと、風研究フォーラムでやるんだっていう、うん、そういう、あの、根本的な、えっと、問題があるわけですけど、まあ、要するに、二人ともですね、その、風光の えー、新自由主義、えー、批判というか新自由主義、えー、に関する分析、えー、生成時の誕生ですよね。まあ、これをあの一貫して、えー、非常な重要な参照項にしているということがあります。で、えっとまあ、そういった観点から箱田、えっと、さんにもコメントいただきたいというようなのが、えっと、今日のスケジュールというか、えっと、今日の予定です。で、えっと、一応何て言いますか2時間の予定になっているんですが。 まあ毎回、あの私があんまりタイムキーピングをしないので、えー、なんて言いますか、あの時間が延長されてしまうことがあの状態化してるんですが、まあ、あのそうですね、えー、19時半ぐらい。 え、になるかもしれませんが、えっ、ー、と、お付き合いいただければと思います。はい。えっと、それで、あの、早速なんですが、まあ、私の方から導入的な、あの、お話をさせていただいて、それで、あの、皆さんの方にですね、えっと、なんていうか、あの、バトン渡したいと思います。よろしくお願いします。で、えっと、ちょっと画面共有させていただきます、ね、はい。えっと これをあのテキストを見ながら、えー、お話しさせていただきます。で、えっと、アナキズムか社会民主主義かっていう、まあ、そういうタイトルをつけたんですが、まあ、これはあのバトラーの立場がアナキズムに近いと言えるし、まあ、ブラウンの立場が社会民主主義に近いと言えるというところから来ている、えー、タイトルです。 で、えっと、これを、えっと、読んでいきます。えー、ジュリス・バトラ、ー非暴力の力は、戦争とレイシズムの時代における非暴力のマニフェストです。で、新由主義とポピュリズムが世界を覆う今世紀。アメリカやヨーロッパの諸国家は、イスラム諸国に対して次々と戦争を起こし、えー、それが生み出した難民、移民の波。 は戦争を起こした党の国でレイシズムとポピリズムを引き起こしていますアメリカ合衆国ではドナルド・トランプのポピリズム政治が黒人へのレイシズムと警察暴力を可視化させました、えー、そしてブラックライブズまた運動を激化させたわけです えー、フェミサイドに抗議して、ブエノサイルスで始まった二ウナメノス運動、えー、もう一人の女性も犠牲にするなということですね、えー。これはアメリカからヨーロッパへと波及し、男性による女性トランスセクシャルに対する過不調性的な暴力を可視化しました。さらに多くの国々では少数民族に対する抑圧が続き、イスラエルではパレスチナへの植民と軍事攻撃が続いています。で、日本でも在日 コリアに対するレイシズムが根深く続いていて、沖縄には米軍基地の集中とその矛盾が押し付けられています。でまた、本訳書の出版直前にはロシアのウクライナ侵攻が民間人の大量虐殺とおびただしい数の難民を生み出しています。まあ、これは戦争によりと常に起こることなわけです。 でバトラーが非暴力の哲学を構築するのは、こうした暴力に満ちた現代の社会状況のただ中においてであって、えー、本書の第3章はレイシズム的な暴力の批判に、第4章は戦争と国家暴力の批判に充てられています。さらにその根底には社会的不平等の批判があります。バトラーによれば、レイシズムは人種間での哀悼可能性の不平等な分配と根本的に関係していて、戦争または帝国主義、植主義、 民主主義のような仕方で国家間、民族間の不平等に基づいて正規します。従って、暴力の批判は不平等の根本的批判でなければならないと彼女は述べています。えそこからバトラーが非暴力の力と名付ける抵抗の手段というのは非暴え、不平等の批判に依拠したえ言論活動、でもアセンブリー、ストライキ。 えー、市民的不服従のような非暴力的な実践として規定できると思います。でその意味で非暴力の力というのは戦争にさえ対峙され、極限まで非暴,力を実、えー、非暴力的実践を貫こうとすることで、常識的思考に揺さぶりをかけるような新たな政治的な創造力だといえます。でバトラーコの書にも言って、とりわけマイノリティに対する暴力を問題にしています。マイノリティに対する暴力というのは女性、 えー、有色人種、LGBT、えー、あるいは LGBTQ。 移民少数民族、えー、中心に対する周辺への暴力を含んでいます。これらの制度的な暴力を問題化するために、バトラーミシェル・風ー,ーの性政治概念に依拠しつつ、ポピュレーション、人口イコール住民ですね、えー、を哀悼可能な人口と哀悼不可能な人口に分割し、後者に対する暴力を否認、あるいは正当化するような統治テクノロジーを問題化します。そこから彼女は、えー、他者との間に必然的に介在する相互依存関係、 関係にしして他者とのグローバルな共存を提起しますそうしたグローバルな共存は個人主義批判の哲学すなわち共同性と相互依存の観点から提起されます。バトラはそれを新たな、えー、平等主義的な創造力と呼んでいます。えー、ちょっと引用は長いので。 えー、そうですね、最初のところだけ読みたいと思います。事故は個人の自己保存の名において、暴力的に行動することを余儀なくされるという考えに対抗して、本書の探求が想定するのは、社会的関係性の困難な場としての自己性という概念を切り開くために、非暴力は自我論的な倫理と個人主義の政治的遺産を批判する必要があるというものだ。もちろんその関係性性は否定性によってつまり対立 怒り攻撃性によって定義されるる部分もある人間関係の破壊的、先制力はあらゆる関係性を否定するものではなく、また関係性の視点は社会的絆のこの潜在的あるいは原動的破壊の必要な存続を避けることができない。結果として関係性はそれ自体良いものでも、えー、なく。 え結びつきの印でも破壊に対抗して、訴定されるべき倫理的規範でもない、むしろ関係性とは、必要に存在する構成的な破壊的先制力に照らして、倫理的な義務の問いを解決しなければいけない、厄介でアンビバレントな両野なのであると、えー。はい、えっと、これ以降はちょっと飛ばしますね。で、一番最後の おそらく非暴力は、えー、現在構成されている現実からのある種の離脱を必要とするのであり、より新たな政治的創造力となる可能性を切り開くだろうと,、えー、ということですね。 私たちはえっと他者との社会的関係性の中で生きていて決して孤立した個人として生きているわけではありません私たちが個人として行うことは必ず他者との相互依存によって基礎づけられています私たちはそもそも生まれた時から他者との相互依存関係にあるのであって他者なしで生きるということはできないと 人間は乳児の時には自分で栄養を摂取することもできず必ず他者によって養育をされなければいけません。古物的な社会計画論は原初に自然状態を想定してその暴力性を乗り越えるために国家形成が必要だと説きますがその自然状態の後継には存在するのはいかなる他者にも息をしない成人男性のみです。しかし実際にはそうした自然状態は存在せずそれは他者との相互依存とジェンダー化された再生産環境 関係を非認しています。バトラーはそうした否認の構造を対立関係の基盤となる幻想と定義しています。私たちはそうした幻想に依拠した個人主義を超えて他者たちとのグローバルな連帯関係を構築する必要があると、そういうふうにバトラー述べている。 でそれゆえ非暴力の哲学というのは他者との関係性の中で構築されねばならず他者との間に必ず介在する愛と悪のようなアンビバレンスを考慮しそこから生まれうる暴力を抑制しなければいけないとこうした良化性アンバレンスに関する、えー、と精神分析 意識的考察はメラニン・クラインに影響しつつ、主として第1章、第2章で展開されます。えー、クラインとラプランシ・ポンタリスは意識的な幻想としての幻想、えー、とファンタジー、F のファンタジーですね、と無意識的願望としての幻想、これ PH のファンタジーを区別していて、後者は他者との間に介入する無意識的な欲望 愛と憎悪の良化性とそれに影響して構築される現実の解釈を意味していると。でこのように幻想は他者に対する無意識的欲望と攻撃性の媒体となるわけですけれども、バトラー第2章でこの幻想が持つ攻撃性を乗り越える方法を模索すると。で、クライの論文、愛、罪、そして償い尿料は私たちは子供時代に幻想の中で他者、えー、つまり母親に対して行使した暴力を超えて、あるいはそうした攻撃的幻想ゆえに後の事故 の、えー、破壊性を償おうとするものと、で財政界に基づくそうした償いこそが他社への共感を展開するものというふうに述べている。 で私たちはこのように自己と他者の相互依存関係の中で生きていると。でその時自己保存のために暴力を行使するということは果たして許されるのかと。えー、こうした問いを提起する際にすぐさま想起されるのが自己保存あるいは自己防衛か自衛ですね。という概念がしばしば戦争を正当化する論理となるということです。まあこれはおそらくほぼ全ての戦争においてそうだと言えるでしょう、えー。自己とは誰を意味するのか、私なのか。 それと、私の家族なのか、あるいは私を含む共同体、あるいは国民なのかで、このような事故の範囲は解釈次第で無尽蔵に拡大されます。で。しかし、そもそも私たちは決して選択してなかった。人々と常に結びついているということに気づくような共同存在なのであって、自己保存の事故がポピュレーションの人口イコール住民を守る価値のある人口と守る価値のない人口に分割する機能を持つということに自覚的でなければな。 と、えー、バトラーは述べています。えっと、引用なんですが、もし私が守る事故が私、私の親族、私の共同体や国家や宗教に属するその他の人々、あるいは私と言語を共有する人々であるとすれば、その時私は自分に似た人々の命は保存するが、私に似ていない人々の命は保存しない私的コミュニタリア のように見えるとでさらに私はその事故が事故として認識可能である世界に住んでいるように見えると。で特定の事故は守る価値があるとみなされ、他の人はそうではないと私たちが考えるなら、そこには自己防衛のための暴力を正当化することから帰結する不平等の問題が存在するのではないだろうか。 私たちは価値ある、そして喪失された場合、潜在的な哀悼可能性を持つ性と、そうでない性をグロテスクに区別する人種的な図式を考慮することなく、世界各地の諸集団に哀悼可能性の尺度を与える、この形式の不平等を説明することはできないのだと、えー、バトラーの見ています。 で守る価値のある特定の事項とそれ以外の人々を区別するとき、私たちはフーコーの言う、生成時的な、えっと、統治に加担していますで。後に述べるように、生成時は人口、住民を2つに分割し、その生存可能性を再加差別化するわけです。 バトラーの非暴力の哲学は、そうした人口住民の差別的、えっと、最適差別的分割そのものを許容しないと。えー、非暴力の原理に例外はなく、自己保存、自己防衛のための暴力を正当化することはできないのだ。 えー、非暴力の原理に例外を設けるということは、近親者自分に近いものを守るために暴力を行使することは許されるという原理を規決するわけですが、まあ、それこそがナショナリズム、レイシズムやそれに基づいた国家同士の戦争を正当化すると、そういう論理になるからです。で非暴力に例外を設けるということは、暴力を行使してはならない集団と、暴力を行使してよい集団との間に、えー、境界線を引くということであって、 風向的な意味でのレーシーズム原理に直結していますで。非暴力の哲学は他者との相互依存の原理に依拠するわけですがそれは同時に環境との相互依存も含意しています生物はあ人間は生物として広大な地球環境の中のごく一部を占めるに過ぎ 地球環境と人間との相互依存は私たちに地球環境との共生を命じていると。資本主義が地球環境のエクスプロイテーション、開発イコール搾取を加速度的に進行させ、地球温暖化や公害を生み出している今日、地球環境を考慮しない哲学というのは哲学ではありえないと。端的に言えば気候変動と環境破壊、放射能汚染を含むを考慮しない哲学というのは人間と環境の相互依存を 思考しないいと <laughs> そういう点で哲学として意味をなさないと言えるのではないかとでその意味で利潤追求のために環境破壊を行う資本と国家の暴力に抵抗するということも非暴力の哲学の課題になるだろうと。 えー、これはちょっと引用を省略します、えー。私たちは地球が存続する限りにおいてしか存続しないがゆえに、自、え、己、ー、の保存は地球の保存を必要とするというバトラーの言葉は、非暴力の哲学が他者との共存の哲学であるのみならず、地球環境との共存の哲学でもあるということを明確に物語っています。で私たちは地球環境、ネグレハートならそれを顧問と呼ぶでしょう、えー。との共生のために私たちの環境と性を破壊する。 国家と資本の暴力に抵抗しなければいけないというわけですね。で、えっと、結論としてですね、バトラーが展開する非暴力の問題をレイシズムの領域で捉えて、それをウェンディ・ブラウン、新自由主義の俳でにおける新自由主義下でのレイシズム的極的暴力の分析に接続しておきたいと思います。 ブラウンは新自由主義が現代の国家に課した原理として、以下の3つの原理を挙げています。社会は解体されなければいけない。まあ、これは第1章ですよね。この著書の,のタイトルですね。で、2、政治は対位されなければならない。まあ、これは第2章のタイトルです。で、3、個人の保護領域は拡張されなければならない。これは第3章のタイトルですね。 これら3つの原理はいずれもハイエクの新自由主義理論を介してつながっていってそれらが現代社会においてとりわけ支配的人種としての白人によるエイシズム的暴力をもたらすそれを正当化する背景になっているというふうにブラウンは考えています。で順に見てみますが第一に社会は解体されなければいけないというのは公共財の供給やアファーマティブアクションなどの副祉的社会的加入によって平等と民主主義を作り出すような社会的なものを解体しそれを市場と道徳 この秩序によって置き換えなければならないというハイエク的主張を要約したものですハイエクは社会的なものに有害には伝統に基づいて形成される自制的秩序を崩壊させ引いては社会そのものを崩壊させると考えるとでそこから新自由主義は社会的なものを解体しそれを市場と同等の秩序に置き換えるという 第2に政治は対位されなければならないとは、そのような社会的なものを生産する政治的なものというえ事実的進級つまり規制的国家ですよねを対位させ、それを自由な市場によって置き換えなければならないという、やはりハイエク的な主張を要約したものです。でここでも問題になっているのは、政治的なものイこー規制的国家が、自制的で創造的な力である市場と伝統の力を崩壊させてしまうという。 で市場への国家介入を消去することで、自制的な市場と道徳の力を取り戻すという、そういう方向性を示しているわけです。で第三に、個人の保護領域は拡張されなければならないという、えっと、これも、えっと、スローガンなわけですけれども、まあ、ハイエクが、えっと、個人の保護領域と名付ける伝統的道徳の及ぶ範囲を、宗教と家族という、まあ、あの範囲からですね公共領域へと拡大すると。 そういういことを意味していますこれによって、やはり規制的国家による理性的な統治に対して、理性的な秩序の領域が拡大されるというのがハイエグの考え方だというわけです。これら3つの原理は、社会的なものへ行う政治的なもの、つまり福祉国家を消去して、市場原理と同等原理を優位に置くということによって、社会的な平等と民主主義を統治原理から排除しようと。 すする方向性を示していますでブラウンによればこれらの原理によって新自由主義の経済的集奪の下で自らの政治的経済的特権を失った白人たちは自らのレイシズム的暴力をルサンチマンによってニヒリズム的に、まあ、つまり社会的平等と民主主義を運化するような形で正当化し民主主義の破壊へと突き進んでいるのだと、えー、ブラウンは考えているわけですね。 でなぜなら、えっと、ハイエクによって、市場と一体のものとされた、道徳イコール伝統の力こそ、白人たちが失った自らの政治的、経済的特権を示しているからです。で、まあ、移民たちに対して、白人とキリスト教こそが国民国家を統治する主人であると、えー、主張する数々の極右スローガンを参照してくださいと。もうこんなのは読みたくないから読みませんけど、カッコの中は。えー、新自由主義の経済的集奪によって失われた自ら の特権を真珠主義の原理によって奪還しようとするという全く倒作した思考こそが現代の極によるレイシズム的暴力を正当化しているというわけですブラウンの真珠主義理解は真珠主義社会で展開されている現実に対していささかハイエク理論に忠実すぎる嫌いがありますがレイシズム的原理の理解としては興味深いものであることは間違いありません でただ最後に付け加えるならブラウンの政治的立場は社会的なものと福祉国家を擁護するという意味で完全に社会民主主義的なものと言えます。でそれに対してバトラーの政治的立場っていうのは国家暴力の拒否とアセンブリーの用事する直接民主主義的な自治を擁護するという観点からアナキズム的なものと考え あくまで社会的なものを擁護しマルチュードのような抵抗する民衆の概念化をそれを支えるべき権力の具体的民主化が欠如していると批判するバブラウンの社会民主主義的姿勢 で、ネグリハートのことなわけですよね。これはね、批判の対象は。えー、で、そのネグリハートのマルチュード批判っていうのはあの、ネグリハートのマルチュード概念に対する批判というのはですね、えー、そのアナーキズム的な立場にもかかわらず、なぜかバトラーにも共有されています。 も含めて今日の諸評会でご議論いただければ幸いですで。この点に関する私の立場をあらかじめ明確にしておくと次のようなものです。えー、バトラムアセンブリー、ー非暴力の力が提示する方向性というのが、ネグリハートのコミュニズム路線、つまり別の仕方で権力を獲得することに比べて確かにアナーキズム的であると。 は言えるもののしかし非暴力的なアセンブリーの構築、ゼネストによる新たな民主主義の構築など基本的な戦略はネグリハートのアセンブリーとさほど変わらないのではないか。つまり、それなのになぜ、えー、バトラーがネグリハートを執よに攻撃する必要があるのかということですね。格好に入れると。 で、2点目、ブラウンのいかにして民主主義が失われていくのか、新自由主義の俳句での議論は、現代社会を席巻する新自由主義的暴力の分析としては極めて適切ではあるものの、それを乗り越える方向性を十分に提示できていないのではないか。つまり、ネグリハートが、その、なんでしょうか、えーと、マルチュード、えー、とですね、それから、まああのまあ、マルチュードという概念を提示している、そして、えーとまあ、新たな権力の、 ええ、構成という問題系についても、なんとか構想しようとしている。まあ、それを批判するにしては、まあ、ブラウンはあの新自由主義を乗り越える方向性を十分に提示できていないのではないか。 カッ、えー、して、なぜそれなのに、えー、ネグレハートを批判するのかということですね。新自由主義の用語のみで果たして十分な議論と言えるのだろうかというのが、まあ私の疑問になります。はい、えっと、これは、えっと、とりあえず私の試験なんですが、えー、まあ問題提起ということで、これぐらいにさせていただければと思います。はい、ありがとうございました。えー、と、いうことで、えっと その次の発表者の方に移りたいんですが、えー、どうしましょう清水さんかからいいってもいいですかはい分かりました。えっとパワーポイントを作ったのでそちらを共有させていただきます。 でえっと全画面にします。はい、大丈夫でしょうか？あ、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と今日はお招きいただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、とバトラーの非暴力の力とウェンディブラウンの新自主義の廃墟での紹介ということなんですけれども、あの非暴力の力については、今あの佐藤さんがか本書の解説と。 あの今のご発表でお話ししてくださったので私の方からはあのむしろどちらかというと一読者として読みながら気になった点を大きく3つほどあの問題提起として挙げさせていただきたいと思います。であのそれをあのウェンディ・ブラウンの議論と照らし合わせて後ほど皆さんと議論できたらいいなと思っています。で3つっていうのはこの3つなんですけれどもちょっとこれを順番に見ていきたいと思います。 でまず、あの非暴力の要求から非暴力の力へということなんですが、えっとこれはあの非暴力の話。 まあ今回、その非暴力の話なんですけれども、バトラーの,その暴力論について考えたときに、私が最初に思い出したのは、バトラーが戦争の枠組みの中で、非暴力の要求っていう、一番最後だったかな、ついている論文をすでに書いて発表していったことです。で、もちろん暴力っていうことだけだと、ジェンダートラブルをはじめ、身体的な性とか、セックスの形成そのものが、社会的規範の行使する、ある種の暴力でもあるわけですけれども、 戦争の枠組みというこの本はバトラーにとってはバトラー自身があの実際述べているように自分の倫理的な問いが社会的な問いに開かれていくいかざるを得なかったような一つの大きな転機としてとても重要な本だと思う私自身も思って読んできました。でえー、戦争の枠組みは911の同時多発テロ事件を経て書かれたものですけれどもバトラーにとってそれはアメリカという国が テロとの戦いという名のもとに、自分の加える暴力を否認する道徳的な正当性を主体に与え、その攻撃性を正義という美徳に変えて、国家主義的な暴力をむき出しにしていくような、非常に大きな転換点でした。アメリカ社会に恐怖と悲嘆をもたたらしたこの出来事は ナショナリズムを発動させ監視のメカニズムを強化しまたその怒りや哀悼が国家主義的な形で高まりメディアによる検閲や反知性主義が一気に交流していく契機でもありましたその中で当時アメリカが攻撃,攻撃された理由を歴史的政治的に 変えていこうとした人々というのは、暴力を免責するテロリズムの共犯者扱いされ、テロとの戦いにおける弱点とみなされ、人々はブッシュが提唱した2つのポジション、つまり、我々の側につくのか、テロリストの側につくのかという図式の中に引きずり込まれていったわけです。 で例えば、えー、アメリカが起こした戦争犠牲者の死を悼む記事とか、アメリカの支援の下でイスラエル軍が殺した何千人というパレスチナ人、あるいは、えー、アフガンえっ、ー、とアフガンの数多くの人々の名前やイメージが公の場に現れることはほとんどなく、また911で失われた同性愛者の性というのは公に受け入れられがたいものとされ、彼らの遺族が。 調一金を受け取ったのは随分後になってからのことでした。あるいは、グアンタナムベイの主人に対する性的利用もそうです。このように、えーすみません、911以後のアメリカで急速に公的議論が封殺されていく危機的状況を目の当たりにしたバトラーにとっては、そこで機能している規範に道徳の暴力性という観点からミスを入れていくことになります。でえーと つまり、暴力の道徳的な正当性を規範として押し付け、その規範から外れた者たちを生きるに値する性、悲しみに値する性に当てはまらないものとして振り分けていたのです。特定の死者の愛悼を禁止することで、その禁止に基づいて公共空間が作られ、人々のものの見方が制御されていく。バトラーが批判しようとしたのは、そうした国家の自己正当化の。 自,自己正当化という名のもとに自由のレトリックがいかに動員されたのか言い換えれば人間を守るという国家の主張が戦争、殺戮、虐待といった暴力的な報復という形を要請するときにそこにおいて私たちが感知し得るあるいは感知し損なっている文化的に規定された人間なるものの規範とは何かその条件とは何かということでした。 で戦争の枠組みでは、バトラーはこうした国家の暴力に対して、実存主義的な概念である危うさ、プリケアリアスネスと、政治的な概念であるプレカリティ、不安定性が交錯する社会的存在論として、性の危うさを感知する新しい身体の存在論を提示しました。そしてまた同時に、私たちに性として承認される、あるいは承認されない情動のあり方を、選択的かつ格差を伴った形で枠付けしていく。 その線引きの仕方を読み解くことそれからその構造を変えて他者に対する倫理的な責任応答性を感知することで公共性の感覚そのものを練り直していく試みを文化翻訳と呼びそこから非暴力の倫理を組み上げていこうとしていましたで、えっと、そこでのポイントはバトラーにとってえ責任応答性が怒りの内面化とか、えー、超自我の支えである強化された道徳感であるとか あるいは自分がこむった暴力や傷の原因を自分の中に見出そうとする在籍感ではなかったということです。なぜなら、それらはどれも他者を抹消し、自分の中に引きこもって、自己保存を目的とした暴力を他者に加える形式、まあ、つまり否定的なナルシズムが取るやましい良心にほかならないからでした。では、えー、911から20年経った今、戦争の枠組みの本からおよそ10年が経った今、 つまりトランプが誕生しさらにプーチンの現在のマッチョな論理を目の当たりにしている今この議論というのは非暴力の力においてどのように展開したのでしょうか一つはこの本では非暴力を構造的で抑圧的な暴力の形を明らかにするだけでなく 社会生活における緊張感を豊富に吸る憎悪から、ラディカルで救済的な平等の概念へと生産的に導くことができるプロジェクトへのマニフェストとしての提示であるということです。暴力に賛成か反対かという道徳に関する議論をすると、暴力って何暴力をどう定義するのか、誰を暴力的と呼ぶのかという議論にすぐにすり替わってしまいます。なぜすり替わってししまううのでしょうか 例えばブラック・ライブズ・マターもそうでした攻撃活動を主催したデレー・マッケソンは負傷した警官から訴えられていますまたそれ以前に随分前に生じたロードニーキング事件もそうでしたそこではどういうわけか地面に倒れ逃げようとしている彼の姿が警官の命を脅かす可能性があるものとして。 まさしく共同として抱かれるファンタジー、幻想として、ほらあ、こいつが実は私に暴力を振るってるんだという、だから私には自分を守る正当な理由があったんだという幻想がまかり通ってしまう事例ですえ。暴力は単に物理的な暴力だけでなく、制度的暴力、象徴的暴力といったものがあります。それゆえ暴力をめぐる議論そのものは、バトラーにとって長年のテーマを発展させたものですが、本書ではバトラーはあえて暴力ではなく、 非暴力にをを置いいててて議論を組み立てていきますそこで徹底して議論されるのは相当可能性のラディカルな平等をもとに相互依存的存在論に基づいて唱えていくわけですがポイントは個人主義あるいは個人の良心を強調するものではなくこの人は他の人と平等だっていうものではなくそうした自己充足という道徳的な理想からは脱却してどのような形で怒りに対処できるか。 暴力の連鎖に加わることなく、目には目をではなく、暴力を顕在化し、対抗する怒りに満ちた手段を講ずることがどうしたらできるのか。そうすることで自分たちが反対している体系的、制度的な暴力を再生産しないでいかに非暴力を行使できるのかということでした。つまり、怒り狂う愛、戦闘的平和主義、攻撃的非暴力という。 なんか相反する2つの量化的な価値を含む言葉を通して、批判的なコモンズに固執することだというふうに本書では論じていると理解しています。この議論は最もなことなんですけれども、とはいえ、えー、実際に他の書を見ていくと、いくつか私自身気になるところがありました。それがあ残りの2点になります。一つはフロイトの えー、鬱と層をめぐる議論第4章。それからもう一つがあ、終章非暴力とケアをめぐるところです。で、2つ目のポイントに行きたいと思います。問題提起としてここで挙げているフロイトの鬱と層をめぐる議論なんですけれどもまあ、バトラーはこう言ってます。ちょっとあの長いので下線のところだけ読みますが、相病というのは解放されれば自我を裁いて、死に導くような抑制されない。超自我の自殺的で殺人的な目的に打ち勝つための唯一の希望である。 というのもそうした力によってのみ暴君と、服従化の構造となった暴君の論理と決別することができるからだ。そして、ちょっと下に行き、えー、これらの連帯というのは、えー、連帯の形式は指導者への同一化に依拠するのではなく、性というシニフィアンの下で機能するが、かといって正規論に還元することはない、つ同一化への同一化に依拠する、それはもう一つの性、未来の性を意味するのだ。であるとか、えー、ちょっとあの読みますけど。 創、えー、病の非現実主義は現状を受け入れることの拒否を示しており強化された自己執筆の処刑式にこうして戦う者の,の欲望に拒しそれを強化するであるのかお次、下線だけ読みますけれども創、えー、病は決してそれ自体破壊の危険な形式になることなく。 政治にななることはできないしかしそれは困難にもかかわらずもう一つの現実を主張し暴力的体制を解体しようとする連帯の所要体に力強い非現実主義を導入するのであるといった感じですなるほど確かに困難にもかかわらずもう一つの現実を主張し暴力的体制を解体しようとする連帯の所要体に力強い非現実主義を導入するという意味で創業という創業的なものの可能性はあるかもしれません まあ、とりわけマーク・フィッシャーのように、まあ、うつ病で命を失う人々が多発している現実を思えばそうです。だけれども、層、まあ、による非現実主義とは、言い換えれば別の創造力を手にすることであり、ある意味でポスト資本主義への道の第一歩というふうに言えるかもしれません。新自由主義との関係で言えば言えるかもしれません。しかし、同時にここで考えてしまうのは、例えばプーチンのように、 他者の声に対して全く耳を貸さず、ままあ、かつてむしろ暴力に魅了されて,暴て、暴力がとどまることのない、倒作したそう状態とも言えるような状況に。 突入している現実を今私たちが目の当たりにしているときにこの議論というのはどう可能でどのように実現しうるのでしょうかということが気になりました例えば実感がかかってもこれから少しずつこうした方向性に向かっていこうというマニフェストとして理解すべきなのか、まあ、このあたりの,そのアクチャル性というかアクチャリティみたいなものについてちょっと皆さんとも議論してみたいなと思いましたで、えー、3つ目は衆書で論じられているんですけれども 権主義的ケアの権力とジェンダーです。つまり、非暴力とケアの問題についてです。えっと、これについては、あのもしかしたら今日いらっしゃってるかもしれないんですけれども、SNS で小泉さんも指摘されていて、私もそれを拝見したとき、その通りだなと思いました。で、えっと、本書の中では、以下のように論じられています。歌唱性を再評価し、ケアに場所を与えることは重要だが、歌唱性もケアも成人の基礎として役立つことはありえない。 ということは明らかだと思われる。で、私が示唆したいのは、問題は、仮想的な生物として団結するでも、すみません、ちょっと、はい。団結することでも、死として過想性に同一化する人々の階級を形成することでもないということでしたというふうに言っています。で、その理由というのは、端的に言うと、一つは過想的でケアと保護の対象であるという集団を、 設けていくそういう私たちの弱さとか脆弱性とか破壊性や攻撃性が他者に投影されていることなんですがもう一つは、えー、本文の中でも言われていますが可唱性によって切り開かれるもろもろの抵抗の場があるでそれを見逃してしまうと、はいえー、それを見逃してしまうと可唱性と抵抗がいかに一緒に機能し得るかということを把握することに失敗してしまうから。 でこの抵抗の場っていうのを童貞できない恐れっていうことについて私たちはもう少し目を向けなければいけないんじゃないかという点が上がっています。で例えば、えっとまあ、そういうことを見逃してしまうちょっと長いので上とか飛ばしますけれども、えー、もし私たちが あそうじゃないと例えばあの仮想的な人口について語る時それを守るためにどん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 警察権力みたいなものが大きくなっちゃうんじゃないかっていうこともありますしなんかそこをちゃんと抑えておかないとこの不権主義的選択っていうものをちょっと放棄しないと 権主義的ケアの権力がどん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 あの浮上していくんじゃないかということですよね。でもし私たちの力の枠組みが可視性と抵抗がいかに共に機能しているかを把握することに失敗するなら、可視性によって切り開かれる抵抗の場を同定できない恐れがあるからだというふうに言っています。 でえっ、ー、とこのように二重性とか両化性に目を向けることそれが読者に向けかけられているところが本書のポイントになるのかなと思いました。と同時に私がここで想起したのは、えー、パンデミック間にデビットグレーバーが私たちは経済というシステムをお互いをケアし共に生存するための手段、まあ、そもそも経済とはそういうものであるというし。 そのように考える術をすっかり忘却してしまったことではないかという言葉を思い出しました。この意味では右派的な形で過去を呼び起こしたりまあ、もう一回、あの素晴らしい。我々の時代に戻ろう。みたいな形で呼び起こしたり、あるいはえー、これまあ、ブラウンがあのすでに90年代に書いていた論文ではありますが、左翼メランコリーに陥ったりする前に。 私たちが一体何を失う何を忘れてしまっているのかをまず思い出すことが先なのかなと思いました、まあ、この忘れてしまっているっていう意味では、えっと、先ほど佐藤先生も挙げてくださったんですがロビンソン・クルーソンの話が本書でも出ていて、まあ、完全に自己充足型の人間の物語というのが一体どんなケアの自分がそこまでに至る、えー、他者のケアというか関係性というのを忘却してきたかということもになると思います でえっと他方でウェンディ・ブラウンの方なんですけれども、ウェンディ・ブラウンの方はむしろ非暴力というより暴力の構造を浮き彫りにすることに焦点が当てられているように思いました。中でも、実はあのとても興味深いなと思ったのは、日本語の翻訳のタイトルです。というのも、英語の場合は、ここにあるように、 えっと、副大型ライトオブアンティデモクラティック・ポリティクス・イン・ザ・ウェストというものなんですがあの日本語のタイトルで河野さんが真実の終わりと民主主義の未来ってつけてくださっていてでこれはの本当にあの的を得ているというかこの非暴力の力をと照らし合わせて考えてもこの20年の新自由主義の暴力のがいかに浸透したかというのを考えるときにメディアテクノロジーの進展とそこでの政治的言説の縁を考えるときにあの真実の終わりポストトゥ ルスということがあのもう抜いては考えられないと思って思ったのであの非常にいいなんかこの集約されたあの副題だなと思いました。 でえー、とこの真実の終わりの時代における政治とメディアという意味では、実はブラウンは本あのこの本の第一章で、ハンナー・レントは助けにはならなかったというふうにあの述べているんですけれども、でも、まさしくこと、このメディアと政治の関係を考えると、そしてポスト・トゥルースの関係を考えると、実はレントって今のは非常に重要な考察を残していると私は思います。 でとりわけ、この暴力についての中に載っている政治における嘘なんですが、嘘というあの論考なんですけれども、まあ、これは71年にペンタゴン・ペーパーズ流出事件を機に執筆したもので、アメリカは地上最強の国であるというイメージを維持するために、ベトナム戦争がどれほど多くの嘘に塗り固められ、それによる現実と嘘のイメージの乖離がこそがいかに甚大な被害をもたらしたかを論じたものです。でえー、っと 中でも、あのー、この伝統的な嘘と現代の嘘というアレントの違いが非常に興味深くて。 伝統的な嘘が不都合な真実をただ隠すのに対して、現代の嘘は事実それ自体を破壊していく。つまり現代の嘘は敵を欺くために隠すんじゃなくて、えー、隠蔽するんじゃなくて、真実という,カテ,ののうカテゴリーそのものを壊して、場合によってはそれに代わる別のリアリティを作り出して、そのイメージの中に住もうとするというわけです。このイメージ作りとしての嘘というのは、 事実と虚構の区別そのものもを葬り,去りますそこではシニシズムあるいはが同、まあ、居しておりアレントによればこれこそが全体主義が理想とする体制だと言っていました。 つまり人々が事実よりも求めているのは一貫した世界観分かりやすい世界観で複雑極まりなく偶然性に満ちた悲惨な現実よりも守備一貫した納得できる世界の理解の仕方を教えてほしいそんな嘘が欲しいというわけですこの意味でトランプを見てもプーチンを見ても私たちはこうした嘘に取りつかれた政治とそれによるデモクラシーそのものの破壊について改めて考える必要があるのではないかと思いました そして、またここでもまた別のリアリティというものが非常に重要なポイントになっていることにも注意したいと思います。そして、最後にバトラーとブラウンの2つの著書を通して、同時に気になったことをいくつか簡単にお話しして終わりにしたいと思います。1つは2020年にあ、すみません、これ、えっと、あのメディアの話です。すみません。 1一つは2020年に自虐がルカシェンコジジェが論じていたことなんですけれども、ルカシェンコが独裁政権を続けるベラルーシを例に挙げて論じていたものです。でこれ、自虐によれば、ここ数年の抗議運動というのは大きく2つのタイプがあって、それをまあ揺れ動いていると言います。 1>, 1つは欧米のリベラルなメディアを支持を受けていく、まあ、キャッチアップ型の抗議運動、もう1つはリベラルデモクラシーのプロジェクトそのものの限界に対する反応です。前者は香港とかミンスク、それから後者はフランスの黄色いベスト運動とかブラック・ライブズ・マター、絶滅の反乱などがあります。 興味深いのは、ディジェクがこの2つをアキレスとカメのパラドクスになぞらえていることです。アキレスとカメはゼノンのパラドクスの一つですが、まあ、アキレスとカメが対決して100メートル、あのアキレスは100メートル先にいるカメと徒競争するんですけれども、まあ、どっちが先にあの勝つかみたいな話で、まあ、アキレスはめちゃめちゃ足が速いんだけれども、えー この,あのパラドクスによると追いつけない。なぜなら、アキレスがどんなに早く距離を縮めようとしても、カメはカメで着実に進歩しているからというものです。もちろん実際にはアキレスはカメを追い越すでしょう。だけれども、現実との差異こそがこの問題のパラドクスだとジジェクは言っています。ジェクはルカシェンコが独裁政権を続けるベラルーシを例に挙げながら、アキレスを民主的放棄の諸勢力に、カメをリベラルデモクラシーの資本主義の理想になぞらえていました。 つまり、ルカシェンコに対応する抗議運動がアッキレスのように迅速であっても、リベラルデモクラシーの理想には到達できない。それどころか、えー、民主的な主運動を促進する者たちが新自由主義の、自由資本主義の欧米に追いつこうと努力する一方で、先進欧米諸国そのものは既にポスト資本主義、ポストリベラルの時代に突入し、目の前にあるのは袋工事に陥ったディストピアではないかというわけです。新自由主義の中で、公に出現しゆる しうる社会的な性そのものが大きく左辺されつつあるとしたら、アセンブリーに見るデモクラシーの可能性というのはどのような形で新たに展開しうるのでしょうか。というのも、バトラーもまたデモクラシーの秩序に不可欠なアナキズム的感激として、 代表制議会のオルタナティブとしてのアセンブリーの力能に目を向けていましたしかしバトラーはマルチチュードが押し寄せる出来事としてデモクラシーを理解する政治的見解についてはかなり疑いを持っているからです というのも、それらの集団に対しては、一体何によって団結しているのか、いかなる要求が共有されているのか、どのような不正義と生存不可能性の感覚が、どのような変化の可能性が集団的意識を高めているのかを問わざるを得ないからです。つまり、お公的な空間にたくさん人が集まって何か声を上げているということだけが、あのなんかこう、良い方向に向かっていくわけではないという、まあ、暴力がついに。 暴力が自分が暴力を受けたとか、あの自分も暴力を受けたとか、そうなっていくような形で、あのその集まりそのものが単に集まればいいというものでございます。で、バトラーが目を向けるのは、人民に暗黙のうちに設定されている教会をめぐる問いです。そこでは誰が人民か、その教会確定はどう構成されるのか、誰が排除されるのか、住民に差別的に配分された不安定性にどうこうして交渉するのかが問題になるからです。 従ってデモクラシーが実現するにはあ,れあらゆる人民を等しく承認するだけではなく承認可能な人とそうでない人の関係を変えて人民を練り上げて開いていかなければならないというわけです。バトラーにとって重要なのは公的空間に現れる複数的で行為遂行的な身体の集合ではありますがそこでは私の行為でもあなたの行為でもなく。 私たちの間の関係に起因して生じる何かこそが鍵を握っていました。というのも私たちが確固たるものとして捉えがちな事故というのはそのうちに他者の痕跡亀裂圧力を含み込んだ脆弱なものであると同時に自分自身もまた暴力性をはらんだ存在でもあるからです。この事故の核心で生じる他者によるか乱こそ事故を解体し再創造していく条件はそのものであるというわけです。 当然ながら誰もが身体的な形式で公的な空間に現れるわけではありません。また身体的・物理的接触の回避が求められたこの新型コロナウイルスのパンデミックにおいて、アセンブリの定義も同じ時間、同じ空間に身体を置き、経験を共有するだけではなく、複数のプラットフォームを通して時間的・空間的に重層化されて展開されるようになりました。 そうであるとしたら、そもそもなぜ公的領域は指定されたプラットフォームにアクセス可能で、現れの権利を持つ人々によってのみ、想定されてきたのでしょうか。また、ナチスが占領下にあったフランスの平和を望んだように、あるいはウクラ、えー、とイスラエルが占領下のヨルダン西岸地区の平和を望んだように、そしてプーチンがウクライナの人々の平和を望んで侵攻を開始したと訴えたように、もはや平和が解決の選択肢にならないとしたら。 つまり、冷たい戦争ではなく、平和をうい、人道的使命を掲げて実行される軍事的介入からなる熱い平和が展開しているとしたら、どのような道が今は模索されうるのでしょうか、という点についても、併せて考えていく必要があるように思います。戦時下のロシアで反省を訴える、例えば小さなピケ、女性たちによる小さなピケも、あるいは2018年からミートゥー運動が爆発的に広がった中国でも、 オフラインでの締め付けが厳しくなる中で、さまざまな SNS のプラットフォームを駆使して検閲をくぐり抜けて、政策の提言や被害者支援を行い、同時に検閲で削除されるネット上の MeToo を記録した膨大な記録集も作られました。こうした数々の闘争の実践は、決して街頭に現れ、要求を訴える現れの政治学としての行為ではないわけですが、とはいえ、決して私的なものに退却するものではなく、むしろ秘められたものを守る権利によって、 法的なものや政治的なものの意味を政治的に問い直す、反戦への非暴力な実践であると私は思います。こうした意味では、こうした秘密の声を引き継いで別の回路を拡大していくこと、それによって公共性の感触を練り直していくこともまた今求められているのではないかなと思いました。ということで、あのこんなことを元に後で議論できたらいいなと思います。ありがとうございました。 はい、清水さん、ありがとうございました。えっと、あの、まあ、重要な問いをいくつも出していただいたと思います。まあ、とりわけ熱い戦争の問題とか、まあ、あと、ね、あの、うつ病に対して、創病を、えー、対峙するのはいいが、<laughs> プーチン的な創病はどうなのかとか、そういうことですよね。<laughs> うん、あの、まあ、その辺も含めて、後で議論できればと思います。はい、えっと、ありがとうございました。えー、それで、えっと えっと、河野さんの方からですね、えー、ブラウン、えー、のあの役、えー、プラス、えー、バトラー、えー、のですね、えぇ、ー、その、なんて言いますか、キリン結びについて、また別のえー、っと、視点を出していただけると思っています。はい、よろしくお願いいたします。 はいよろしくお願いいたしますえっとあの今日はおきえー、預かりましてありがとうございますあの河野慎太,慎太郎と申しますえっと今あの専修大学であの教えてるんですけれどもあのまあ今日はその ウェンディ・ブラウンドの,あの新主義の廃墟での役者ということでお招きいただいたんだと思います。えー、けれども、まあの専門があの何せ英文学とかあのポピュラーカルチャーとかそのカルチャースタディズというような感じなので、あのまあ、政治思想とかあの思想そのものみたいなものはまあ、素人ということで、あのはいえっ、ー、とまあ、それなりの視点をお示しできればという感じかなというふうには思ってるんですけども、はいえっ、ー、と ちょっとパワーポイントを共有しながらお話をさせていただきたいと思います。はい。 えとあの2つのことです、ね、だけをあのやろうかなと思ってまして、しかもそれほど立派な結論も多分ないという形で申し訳ないんですが、えーとまあ、この2冊を読む、まあ、特にあの私、今日あの役者なのであの、ウェンディ・ブラウンの方に関しては皆さんのご意見をいろいろ伺いたいなということで、特にあの準備はないんですけれども、あのバトラーの,あの「非暴力の力」の方です、ね、に関して、特に、まあ、こういうあの見立てができるんじゃないかというようなあの視点を。 を少ししし提示したいいなと思いましたで、まあ、2つの,あの観点を用意しまして、一、えっと、つ目はそのサハポピュリズムという言葉、まあ、これはあの特にバトラーが使う言葉じゃないんですけれども、サハポピュリズムと呼べるようなものと、それから暴力と愛の問題ですね、ということです。でとこれはもう単純にあのスラボイジジェクのこれからご紹介する論考の、まあ、ある種の それへの反論として非暴力の力って読んだらどういうふうに読めるかっていうことですね、えー、を考えまして、それをちょっと提示したいなっていうのは1つ目です。でそれから2つ目は、この本の非暴力の力の,あの、まあ、本当の,あの、えー、ど真ん中の,あのテーマってことになると思いますけれども、えーとまあ、相互依存、ラディカルな相互依存ということと社会的中退ということ、もしくはコミュニティ、まあ、コミュニティという言葉はあまり。 これまたバトラー使わないですけれども、について、えー、とちょっと考えてみたいということが2つ目の、えー、論点になって、まあ、特に2つ目の論点から、えー、私が訳させていただいたブラウンの,あの本の方に少しだけ、えー、と話を広げていければいいかなというふうに思っております。 はいそれで1、えー、つ目なんですけれども、えー、とこの本拝読して、えー、と私がとてもあの強く想起したのが、えー、とスラボイジジェクの,あのこの論文です。えー、あの本としてはの2011「危うく夢みたい1年」っていうあの。 翻訳のある本で,で、それにあの日本語版の序文っていうのが長めのものがついてます。で、えっと、あの副題としては、まあ、ゴッサムシティー周の街におけるプロレタリア独裁ということで、まあ、中身としてはあの、のク,クリストファー・ノーラン監督の、あの、 えー、バットマンの、えー、ダークナイト3部作の、えー、と3本目の、あのー、作品ですね、の,あのダークナイトライジングという放題の、えー、映画論というあのた、あのー、格好になっている論文です。えー、と映画自体は2012年ということですね。で、論考自体が、えー、と一応日本語版序文なんで2013年ということだと思いますが、えー、と英語版は、えー、ブログとかに載っているので、えーとまあ、ネット上で読める形で2012年。 にクレジットされている論文なので、えーとまあ、おそらく、あのちょっとあの細かな緯度は確認してませんけれども、えー、2012年にあのブログで j e が書いた、えー、ものを、この本の、えー、日本語版序文として付けたというあの経緯なのかなというふうにあの指しています。 で,えっとまあ、ですので2012年に読める形で表に出てますので、えっと、バトラーがまあ読んでる可能性も十分あるのかなというふうには思いながらあの読んでたところです。はい、それで、えっと、このダークナイトライ,ライジングという映画ですけれども、えっと、この、えー、写真を貼り付けておきました。えー、この人があの悪役です。でえっとまあ、バットマンというと、バットマンと、あ,の、えー、あれですね。 ダークナイト三部作だと、あのー、その前はヒースレジャーがやっていた、あのー、あれですねあのジョーカーが、まあ、非常に印象的なあの悪役として、あのー、記憶に残る三部作なんですけれども、あのー、3つ目はあのジョーカーはもういなくて、えー、いなくてというかジョーカーが、あのー、悪役ではなくてこの、えー、ベインというあの人物ですね、えー、が、えー あの悪役になってきますでこのベインという人物はえっ、ー、とあれですね、えー、バットマンの、えー、まあ、バットマンがその最初あれですねあの、えー、ラーズ何でしたっけ弟子入りするチベットで弟子入りするあの人がいるんですけどそれのあの同門のえっ、ー、と、えー 兄弟子かな、えー、というような形になって、えー、いる人がこの,あのベインで、で、まあ彼は、えっ、ー、と、このゴッサムシティにやってきて、ゴッサムシティを占拠すると、オキュパイすると、えー、いうことを行います。で、えっ、ー、と、それで、まあちょっとストーリーをいちいち言うと、すごくややこしくなっちゃうんですけども、今彼がかか掲げてるあの、ハービー・デントっていう、まああの、えっ、ー、と、トゥーフェイスですね、というあの悪役、あの、 原作で悪役なんですけど、まあただ彼は、えー、とこのゴッサムシティに、えー、秩序を、えー、もたらすために、まあ、彼のデハービー・デント法っていう法律を作って、えー、と犯罪者たちを収監するっていうことを、えー、と前のあの回までに実現した人物がこのハービー・デントですね。で、えー、と彼は悪者に闇落ちしてしまう、ハービー伝統・デントや闇落ちしてしまうんですけど、えーとえー バットマンがまあその闇落ちしたハービィー伝統の肩代わりをするんですねでえっとバットマン自身が悪役の、えー、役を買って出てハービィー伝統は光の騎士っていうあの正義のあの味方っていう、えー、地位を、えー、なんですかあの与えてえっとバットマンがこの闇に落ちるみたいなのがあの 第2作までの物語なんですけれども、でとはい、でとこのベインはですね、このハービー・デントが作った伝統法というものを、えー、と無効化して、えー、と反そ,これそれであ、まあ、そこの、あれですね。あの 経緯を明らかにしてしまって、彼、えっとまあのハービー・伝統の伝統法の正義というものが,があの、えー、フェイクであったということを明らかにして、収監、えっとまあ、されていた犯罪者たちを、えー、野に放って、それであのゴスサムシティをオキュパイするというような、まあ、そういうあの物語になっております。 でえっとまあ細かいことはともかくとして、まあポイントとしては、やっぱりこれ、えっと作品が2012年ということで、まあ、同じ年にジジェクは論文書いてるんですけれども、あのー、このベインというのは悪役であるんですけれども、まあ当時、進行中であり、まあ,あの もうこの姿下火になってしまうわけですけれども、あのオキュパイ・ウォール・ストリートという運動ですね、えー、これをこう早期せ,あのさせ,せざるを得ないということがポイントになってくるんだと思います。で、えっと、それでまあジジェクはですね、まあ、これはあのジジェク自身が他のブロガーから引用してるんですけど、えっとまあ、このベインという人物は、まあ、究極のウォール街、えー、選挙者、えー、としての。あのー という人物であるというふうに評価できるんじゃないかっていう、えー、これをこう検討していくっていう論文になっていますはいまあですから悪役でえっ、ー、とまああの習監された犯罪者たちがのによる あの都市の選挙、えー、なんですけれども、まあ、そこにこうあの左派的なオキュパイ・ウォール・ストリート的な、えー、と民衆の、えー、革命、暴力みたいなものを読み込むことはできないかということですね、えー、を g、えー、クはやったということかと思います。で、えーと、その議論の中でちょっと面白いなと思うのが、g、えー、クはですね愛ということをかなりキーワードとして、あのー、持ち出しますで。このベインという人物は えと師匠さんの,あの娘です、ね、をずっと守ってるみたいな実はっていうのは最後に明らかになるんですけど、まあ、ある種なんか悪役なんですけど彼の動機になってるものっていうのは自己の利益とか、えー、世界を単に破滅させようとかそういうことではなくて実はこう無条件の愛みたいなものがあるんだということですね。こ、えー、これをこうジェクはは強調しでそこににキリストからチェゲバラまであの伝統に属するようなあの 順でのの愛とといいいいううものが見出せるんじじゃないかということをあの論じていますで、まあ、あの手続きとしてはキ,キルケゴールなんかを引用しながら、えー、その愛の伝統においてはこの像を持って愛する、まあ、ヘイトとラフというものが同居するということこれが実はキリストの要請で、えー、あってこの伝統においてはこの像を持って愛するというものが非常に重要なあのー 構図とととしててあるんだいいうことを論じていますでその上でですね、まあ、それをこうあのベンヤミンの,の暴力論に接続していくわけですけれども、えー、このようにまあ,あの言っります引用しますが、えー、とそれがその純粋暴力の領域ちょっと太字にしてるのはあの,あ,のあれですね暴転、えー、がつけられないので暴転がついているところをあの太字にしました、えー、純粋暴力の領域、えー、と法,法的権力の外部領域 法制定的でもなければ法維持的でもない暴力の領域であり、それはまたアカペの領域でもあるというふうに述べています。まあ、ですから、あのここは、えー、ベンヤミンの,あのご存知の暴力論が引用されているわけですけれども、あのベンヤミンはあの法維持暴力と法制定暴力という2つの暴力、まあ、これはをまとめると、まあ、神,神話的な暴力ということになると思うんですが、えーまあえー、といずれもその、えー 体制側に属するような、えー、暴力とあ、あのーえー、暴力ということになるかと思います。で、その外側にこの純粋暴力っていう、えー、法,法的権力の外側の暴力っていうものを、えー、考えるということをしたと。まあ、心的暴力なり、まあ、これはゼネストの暴力ということになると思うんですけれども、えー、こういう議論をしたっていうのはもうご承知の通りだと思いますが、えっ、ー、と、この,あのベインの無,無条件の愛、えー、アガベみたいなものが、この、えー、純粋暴力、心的暴力の あの領域にあるんだってことをこうジジェクは論じております。はい。で、ちょっと長めの引用になってしまうけ。ええー、しまいますが、まあ、こういうふうに、ええ、言って言います。えー、まあ、この像というのは、アガペの直接無媒介的な表現表出であると。 でそれは我々がたまたま回まれ落ちたこの有機的な共同体との関係を断つように我々の申し渡す愛想のものあるいは聖パウロが言ったように、えー、キリスト教徒には男も女もなければいやごめんなさいユダヤ人もギリシャ人もないといったような、えー、共同体との関係性の切断なのであると、えー、この辺はちょっと面白いというか、えー、重要なポイントになるのかなと思いますが。 したがって再び言えば革命的暴力という行為が語の真に劇的な意味での愛の技にいるものだとすればそれは革命的暴力が非暴力的な調和を打ち立てることを本当の目的にしているからではなくむしろ反対にまっとうな革命的暴力が暴力と直に一致するからなのであると。 えー、ダークナイトライジングに戻れば、ただからこそ、えー、この作品における、えー、唯一にして神聖な愛はベインのテ,ルテロリスト的な愛であり、えー、それはバットマンとは鮮明な対象のもとに置かれているのであるというふうに、えー、述べております。はい、で、えっと、この論文がまあ2012年におそらく書かれた論文なんですけれども、あのー、今、我々が、えー、10年後の、えー、10年経った我々の視点でこの論文を読んだときに、まああのー 素直な感想としては、やっぱり居心地が悪いと、えー、これでいいのって思ってしまうというところあるわけです。で、えー、その今っていうのはどういう今かというと、えーまあ、ポストトランプ的な状況と言っていいと思うんですね。えー、ポストトランプ的な状況において、まあ、以上のようなその革命的なあの法,法の外側の暴力っていうことと、まあ、先ほど言ったのその、 えー、真っ当な革命的解放が暴力といかに、えー、時,間時間に一致すると、えー、こういうようなあの表現ですね。えー、というのは、まあ、ポストトランプ、もしくは、えー、あの去年のあれですね、えー、国会議事堂を占拠したあのトランプ主義者たちの暴力みたいなものをあの見てしまった、えー、我々からすると、それでいいのかっていう、まあ、大変なあの抵抗感というのが当然にあるだろうというふうに思われます。 でえっと、映画作品という意味では、えー、象徴的なのはその後作られたやっぱりジョーカーということになるかなと思います2019年のジョーカーですけれども、まあ、このジョーカーという作品は、まあ、まさに抑圧された者たちの暴力 えというものと,、えーとまあ、非常にヘイト的で差別的で白人中心的な暴力みたいなものが、まあ、危険にこう接近してくると一致してしまうみたいなものを最後の方でこう描ききってしまった作品で非常に不穏な作品だったわけですけれどもあのそういう形でこう暴力あの、まあ、左派ポピュリズム的なものと右派ポピュリズム的な暴力というものがこう区別がつかない形で一致してしまうような現在性において。 この議論というのは、まあ、大丈夫なのかしらって思ってしまわざるを得ないというのは、まあ、当然にあるのかなというふうに思います。はい、で、えっと、そうすると、まあ、ここまでの,その,議論あの自虐の論文をさらってみますと、えー、このバ,バトラーの本ですね「非暴力の力」と、えー、いうのはまさに、えっと、出発点としてこの自虐の言うような暴力論というのを にいかに反論するかというと,ころなのかなというこうううした、そ、え、のーまあ、言い方を変えると、えー、書きましたようにそのバトラーの目的というのは左派ポピュリズムというものをその非暴力、暴力ではなくて非暴力の倫理から、えー、組み直す、えー、にはどうするかというのは大きなあの枠組み出発点としてあったんだなということが、えーまあ、ジジェックの <laughs> 議論と対照させるとよく分かるかなというふうに、えー、思いました。 で、兄はかンや、えっと、バトラーはです、ね、第3章でしたかね、これはね、第3章ですね。えー、で、あのベンヤミンの,の暴力論ですね、えー、について論じてまして、まあ、これは私があの下手くそな予約をする必要もないとは思いますけどさどの佐藤さんのあ,のあれですね、あの解説の中でもあの予約はされてたと思いますけども。 え論じておりますで、えっ、ー、と、まあ一言で言って、ベンヤミンのその心的暴力っていうものを非暴力えとして読むということですね、えー、をバトラーはやるということが一つ大きなあのこの第三章のトピックになってくるのかなと思います。えっ、ー、と、これも全部読むことはしませんが、はい、まあ,あ、のその心的暴力えということがごとくされてるということをあのバトラー言うんですね。で、えー、はい。 でまあ、今お示ししている後半部分だと思いますが、まあ、実際ベンヤミがこのテクストにおいて非暴力を明示的になさす部分があるというんですねで。それが紛争の非暴力的解決、えー、と呼ぶものに関係していて、まあ、市民的統治の技術という形を取るんだとで。これだけ言われてみると、えそれって法,法の外側の暴力なのって <laughs> 思っちゃうんですね。まあ、市民的統治の技術という時点ですごくなんか。あの,、えー法法あの 法の内側の暴力、まさにあの神話的暴力のに属するようなあの風に内部に読めてしまうんですけど、まあ、ポイントとしてはそうじゃないんだよってことなんだと思います。まあ、あの今の意味を続けてみますと、こういうふうに書かれていて、えー、と重要なのはこの技術、まあ、今の市民的統治の,の技術ですね。 えというものは、ある目的を達成するために設計された手段ではないということだと言っていて、非暴力はまあ,ある目的のための手段ではないし、それ自体が目的でもない、それはむしろ道具的論理とえあらゆる進歩の目的論的図式の両者を超えた技術であると、それは統治されない技術であり、ほぼ間違いなく統治不可能な技術なのだということで、それはえと進行中の開かれたものであり、それゆえ彼が純粋な手段と呼ぶものであると。 それは道具的、目的、論的な論理によって制約されない、思考あるいは理解の能動的要態として、彼が展開する批判概念の別名なの、まあ、批判ということですね、の別名なのだと。 えもしベンヤミンが法的暴力によって確立され、その目的に放置する、こう,、えー、こうした政党化図式の限界を理論的に問い出正そうとしているとすれば、えー、その時、この紛争解決の技術はそうした論理の外部で機能し、えー、その暴力を逃れ、非暴力的オルタナティブを行為化する実践なのであるというふうに、えーまあ、ある種、 直感的なものを理解をかなりひっくり返すようなあの読解をしているというところで。えっとまあ これについて私別にジャッジメントは何もなくて、どっちが正しいともあの言えないんですけれども、やっぱり今ポストトランプ的なあの状況において、こういうふうにベンヤミを読み直すということですね。は、おそらく先ほどお示しした、自治的な議論に対するまああの一つの反論としてあるのかなというふうに思うというところでございます。はい。で、ああこういう読解があ,のありなのかない,ないのかというような。 ことをまあ、あの皆さんにあの伺えればなというふうに、えー、思います。 でもう一つの愛という話なんですけれども、ちょっとこれはすみません、私も読み切れてないというのは正直なところで、えー、と結構難しかったんですねあの、その非暴力の力のテクスト自体から、このことをはっきり言うのが。えー、というのは、まあ、その愛の問題ですね、先ほど、ジジェクの愛の,あのアガペっていうのは、あの明確にジジェクはその愛っていうことと、心、えー、的暴力の世界っていうのを結びつけるっていう。 まあこれ非常に迫力のある面白い議論だなというふうに思ったし応用可能性がすごく高いなとあのベインだけじゃなくてポピュラーカルチャーを読み解く時にも例えばあのアベンジャーズの,あのサノスっていうヴィ、えー、ランがいますけれどもあのサノスのあの、えー 動機みたいなものを考えるときにはまさにこういう愛っていうのはあるんじゃないかって思わされる部分があるので、あの、使い手のあるあの議論だなっていうふうに、ジジェクの方は思うんですが、えっと、バトラーも愛についてかなり語っていまして、えっと、ただ、あの、読みきれなかったので、正直。 今回教えてくださいって感じになるんですが、えー、と少なくともその愛という議論に関しては、えーとまあ、フロイトに依拠しつつ、えー、とその社会的中退をあの破壊する先制力を持つというふうな言い方をしていて、まあ、この辺は先ほどのその、えー、とジジェクの <laughs> 議論ですねヴィランたちが持つようなテロリスト的愛っていうものに近づいてきてるところが で、とその憎しみながら愛するって憎しみと愛が合致するみたいな議論も、あの時々、時々というか、あのしてはいるんですねで。ところが、まあもう片方で、えっと、引用してますが、愛はその愛と憎悪の対立関係の一極を名指ししているということで、まあ、憎悪の対立孔としての愛みたいなこともあの言っていて。えっと まあ正直、最終的にその愛というものに何らか可能性を見出すみたいなことはしてないということでいいのかなと思いました。で、その代わり、その位置に、先ほどあの清水さんがおっしゃってた、送病ですよね。これが来るんです。で、えっと、私もちょっとこの送病で、あの途中でまあ、なんかすごく保留は加えてますよね。送病というものにあの明確な可能性を見出してる、えー、わけじゃないですよ、みたいなあの。保留も結構ありながら、 まあでもなんかえっとおっしゃったような形でえっと愛というよりはここではあのそうというものにえ可能性を生み出すということをバトラーはしていてえっとまあこれに関してはちょっとなんでしょうねあの面白いなと思いつつどう考えればいいんだろうっていうのはなんかまだあまりうまく言語化できないなというところですので。 まあ、投げ出したいと思います。あのどう思われますかっていう形で、えー、この論点を投げ出すという形にさせていただきたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、以上が一つ目になります。で、2つ目ですが、実感も結構たってしまったんで、ささっと済ませますが、えーと、2つ目に関してはもう、なんていうか、あのー、 えー、中心的なあのこの本の中心的なあの議論になりますので、えー、先ほど佐藤さんが要約してくださいましたから簡単にいきたいと思いますけれども、えー、と特に第1章で展開される議論ですね、まあ、これは非常にあの重要な議論だというふうに思います。で、えー、とその相互依存という問題ですねで近代的なその、えー、ロビンソン・クルーソー的な、えー、人間マン えというものこれを基礎にした、まあ、自然状態という概念これをまず批判していくということになっていきます。で、えっと、そういった自然状態のマンというのは、まあ、最初からあのなぜか自立した、えー、依存していない、えー、非依存的な存在として想定されているけどそんなものはどこにも存在しませんよねということをバトラーは、えー、まず批判の,あのトーバグシとして、えー、言っております。 まあ一応、引用しておきましたが、依存はいわばえっと起源の人間、男性のイメージからは排除されていると。彼はどういうわけか、最初から常に直立していて、能力があり、他者たちに支えられた,られたこともなく、自分自身を安定させるために他人の身体にしがみついたこともなく、とえ自分自身で寝られないときに食べさせてもらったこともなく、 えー、他の誰かに毛布に包まれて暖を取ったこともないのであるということで、まあ、こういうマンというあのものが想定されている、その近代的なあの人間観というものをまずは批判していくということで、ででえっとまあ、そ,うそれに対するこの根源的な相互依存性というものを、この本の非暴力論、えー、それから社会的平等の根拠にすることを目指すというのが、この本の大きな、えー、一つの縦軸になっているかと思います。 でえっと、この根源的依存という問題というのは、まあ、人は一人じゃ生きていけないということですので当然に社会的な中退もしくは、えー、これもやっぱりあまり使われない言葉だと思いますがコミュニティという問題を弱気してくると思います。で、えー、そこでは誰が守るに値する事故で誰がそうではないのかということ、えー、があの問題と、えー、なっていくわけです。でえっとまあ、そこでこででれはすでに議論に 自分で,あそうです、ね、自分自身で食べられないでしたね、先ほどの引用は。はい、ありがとうございます。あ、すみません。はい、で、えっと、バトラーはそこで、あのこの本では愛あの、この本というか、その前からの著作もそうですけど、あの哀悼可能性というグリーバビリティというあの言葉、あの概念を中心に、これを問題化していくと、えー、いうことです。 でまあ、これももうあの大丈夫だと思います。あの誰の性が守るに値する自己かと、えー、すなわち自己防衛にふさわしい対象であるのかと問うとき、ある性を他の性より生存可能で哀悼可能なものとして、えー、確立する、えー、不平等の処,処刑式が、えー、蔓延していることを認識しなければ、このことは意味をなさないということで、まあ、逆に言うと、この哀悼可能性ということをあの考えていくことによって、社会的平等ということと、えー、暴力の問題というのは考え、あの 炙り出されるととといいうことかと思います、えー、あいあの哀悼可能性が不平等に配分されていると。で、まあ、それは当然このバイオポリティクスもしくはネクロポリティクス的な問題になってくると思うんですが、それと暴力の問題というのが絡んでくるということです。で、えっと、当然に、まあ、結構ナイーブな疑問かもしれませんが、えっと、出てくる疑問というのは、じゃあそのバトラーが考える社会的中退えコミュニティっいうのは何なのかということになるかと思います。 でえっとまあ、そこれももうすでにあの提起された問題だとは思います。あの最初に佐藤さんがおっしゃったように、そのバトラーの場合には、他の著作あのアセンブリーなんかを考えても、まあ、かなりアナーキズム的な、えー、方向性が強くて、えー、っと社会的中退といったときには、あのまあ、そのアナーキズム的なものというのがあの中心に来るだろうということなのかもしれません。 ですがと言いましょうか、<laughs> えとただその、この根本的な相互依存性と,、えー、とか、えー、この哀悼可能性というバトラーの議論というのは、まあ、別のなんていうかあの反射を起こし得るなというのはあの一つにはありまして、でえーとまあ、あの弱い例といえば弱い例かもしれませんが、あの一つ私が出会ったのは、あのイギリスの,あの社会主義的なフェミニズム。 ですね、社会主義フェミニズムの文脈で、まあ、このバトラーの,あの総合イソノンというのを援用するような、えー、みあの方向性というのも <laughs> 実はあって、えーとまあ、ちょっと手前みそになってあの恐縮なんですがあのアンジェラ・マクロビーですね。えーの フェミニズムとレジリエンスの政治という本を、あの田中東子さんとあの協約で今年出させていただいていて、まあこの中で実はあのバトラーの議論が援用されている部分があります。で、えっと、まあ残念ながらすあ、すごく従前に展開されているという感じじゃないんですけれども、あのただ、えっと他の,あのこれは非暴力の力ではなくて、えー あの「サイキック・ライフ・オブ・パワー」ですかねからの引用だったと思うんですがあのにこの本の2章であの論じられてましてで、えっとまあ、何が言いたいかというと。 このアンジェラ・マクロービーの場合にはやっぱりイギリスの社会主義フェミズムっていうあの文脈をすごくあの伝統強く持っているのでまあ同じこの,あの相互依存性っていう議論をえ持ってきた時にもまあ全然なんかあの社会的中体とかコミュニティみたいなあの話 が、の色が変わってくると言いましょうか。あのー、そういう印象がすごくありました。まあ、つまり、まあ、バトラーが与えられたまあ文脈みたいなものでは、えっとどうしてもこうアナーキズム的な、えー、社会的渋滞に行ってしまざるを得ないっていう、えー、ところ。 が、えっと、アンジェラ・マクロビーの場合には、まあ、やっぱりこの、えー、イギリス社会主義の伝統っていう、えー、社会主義フェミズムの伝統っていうのはあるので、まあ、もう少しなんか違う、<laughs> まあ、一言で言うと社会主義的なものに、えー、その議論が開かれていく、えー、っていうことはあるんですよね、えー。というようななんか反射の仕方っていうのはあり得るので、まあ、そういうものを見ていくっていうのは一つ、あの、方向性なのかなっていうふうに思います。はい。 で、えっと、それからちょっと、あの、時間もそろそろあれかと思うんですが、えっと、バトラーとそのウェンディ・ブラウンですね、これを比較していくときに、まあ、先ほど佐藤さん、そのウェンディ・ブラウンは明確にその、あの、社会民主主義っていうふうに、あの、おっしゃいましたけれども、あの、僕としては、えっと、はい、あの、そうなんだと思いますけど、 例えばそのさっきのアンジェラ・マクロビーとかと比べて、えっと、ウェンディ・ブラウンが明確に、あの、えー、社会民主主義かって言われると、あの、あ,あ、そうなんだっていう感じを抱かざるを得ないっていうところはあります。まあ、そうは言ってもやっぱり、なんていうか、あの、まあ、あとでちょっと社会の定義というか、あの、時間があれば見たいと思いますけれども、あの、与えられているやっぱり予見というものは違うので、えっと、ウェンディ・ブラウンが、 えと新自由主義批判っていうのをこういう形で展開しながら、ある、まあ、オルタナティブとして社会民主主義的なものとか、福祉国家的なものを提示、えーあの、ポジティブに提示してるかっていうと、それは結構ないんですよね。それはまあ、先ほど佐藤さん、最後におっしゃった通りだと思います。あの、オルタナティブとしての社会民主主義みたいなものはあまり言わない、言わないというか、言えない、そこまで言えないっていう感じであるので、あの、どうなんだろうなっていう。 ことですいません、でちょっとあの戻りますけれども、えっと、バトラーです、ね、はあの比較的結構この議論って、えっと、ひ広いというか、歴史的なパースペクティブとしては、もう近代というようなレベルで喋ってるなって、書いてるなという感じがすごくします。でえっとまあ、近代の問題として、自律的個人という問題と、えっと、相互依存という問題を論じてると。でそううするとこの哀悼可能性っていうのの問題も えー、ポスト近代とか、まあ、新自由主義とかいう、えー、よりは、まあ、もう少し広く近代的なあの国民国家一般で起こってるようなことの議論として全部読めてしまう部分はあるのかなっていうふうに感じました。 でまあ、例えば哀悼可能性って言った時にああのまあ、バトラーが考えるものの,あの対局には例えば無名戦士の墓みたいなものがあるのかなと、えー、近代国民国家による哀悼っていうものが片方であってそこからこぼれ落ちるあの哀悼されない者たちっていう図式になってくるのでかなり近代的だなっていう印象がなのあります。でえっと まあ私はさ前半で言いました、このジジェクとの対話関係というのがあるとすれば、ポストトランプ的な状況への応答という側面が、この本にもまあ,あるにはあるとは思うんですけれども、より明示的な水準でこの新自由主義だとか、その帰結としての排外主義えというようなことを理論化しているわけではないなということがありますし、それから社会っていうあのものをどう考えるかですね、ということも、なんていうか。 まさに社会という言葉そのものをあの考えているわけではないという意味で、まあ、そこでこうウェンディ・ブラウンの,あのこちらの本が、まあ、ある種の,あの非暴力の力の本意として読んでいくような可能性はあるのかなというふうにあの思います。はい、それで、えー、と多分時間ものすごく超過しつつあるのであのあのこの先はちょっと省略していきたいと思います。えーとまあ、ウェンディ・ブラウンのこちらの本は、えー、との 要約に関しては、先ほどの,あの佐藤さんが見事に予約されたので、あのもう全然繰り返す必要はないなというふうに思います。あのこれ、準備したといえば別の時にも準備した資料なんで、まあ、そのまま、これ、お配りいただいても全然いいんですが、はい。えーまあその社会 というものとか政治というものをいかに新自由主義が切り崩していったかということですね。ハイエクを中心に論じられているということで、でまあ、そのさっきちょっと言った社会、ブラウンが社会っていうときにどういうことを想定しているかっていうと、あのまあ、こういうことなんですね。こういうことというのは、あのまあ、平等の場であるということだと思います。あの階級、ジェンダー、人種といった場に定義した主体性っていうものですね。えー、これが 存在しうるためには社会がないとダメだと。 個人とととか家族だだけじゃダメだということなんですねで平等というものを、えー、と考えるようなステージというか、枠組みとしての社会ということを考えていて、なんというかあの、やっぱりコミュニティとは違うんですよねっていう、なんかちょっとナイーブな言い方ですが、コミュニティとこのソサイティというのは明確にあのブラウンの中でも違っていて、えーと、ブラウンもやっぱりコミュニティとか社会的、まあ、中体といえるようなものについては、実はあんまり論じてないし、 まあ論じそこまで論じられないのかなっていう、えー、ところはあります。はい。えー、ので、まあ、あのーはい、この平等の場としての社会ということを、あのブラウンも考えているのかなというところでございます。で、まあ、第4章の、あのー、あれですね、えー、ごめんなさい。えー、第4章の、まあ、とにかく、あのー、えーまあ、ブラウン結構法学、あの批判的法学でもあるので、法学者でもあるので、この辺の あのマスターキーピースケーキショップ裁判とか、あのこの辺のあのプ,プロライフ組織のあの裁判のあの読解ですよね。この辺はもうすごく面白いと思いますので、ぜひ読んでいただければというところでございます。で、あと、あちょっと気になったのが、あの真珠主義、あのハイエクなんかの真珠主義理論と、えっと現実の真珠主義ですよね。えというのがあのがあ えっと異なってるっていう議論をしているっていうのはちょっとあのお伝えしておきたいと思います。まあ、いわばあのブラウン自身がよく使うことあの表現だとあの。 マル,クスあのマルクスのマルクス主義と、えっと、現実の社会主義が異なっているのと同じ程度に、えー、あのハイエクの真珠主義と現実の今の真珠主義というのはもう異なってしまっていて、まあ、あのハイエクを裏切っている的なところまで言っているのであの、まあ、その裏切り方というのは重要なんですよということなのかなと思います。でえっと、すみません、あんまりあのしっかりまとまらないあの発表になりましたが。えっと ま、いくつかの視点は、あの、提示できたかなというところですので、ま、あの、議論の足しになればと思います。あ,あと、すいません。もう一つ、あの、清水さんにお褒めいただいた、えっと、あの、副題の件なんですが、あの、最初は実は、新、えっと、真実の終わりと民主主義の死っていう、もう、どこまでも絶望的な、あの、副題を最初つ,つけて、えっと、出たんです。で、えっと、ウェンディ・ブラウンさんに、あの、 報告したら、えっと、この副題実はすごい反対されまして、えっと、まあ、の死,死のところじゃなくて、真実の終わりは別に。 主題じゃないんですけどって言われて、いやでもちょっとやっぱりこの副題は副題とはこの本を日本の読者に届けるときにはあのこの言葉がいいんですってことをあの丁寧に一応説明して納得していただいたっていうようなあの経緯があった副題でまあ、結構苦労したあのところでしたのでお褒めいただいてとても嬉しかったですというところだけちょっとあのお伝えしておしまいにしたいと思います。はいえ拙ない発表で申し訳ありませんでしたが以上です。 はい。河野さん、ありがとうございました。えっと、そうですね。まあ、あの非常にあの多様な視点を提示していただいたと思うので、まあ、とりわけあの、バトラーについては、なんていうか、新自由主義批判というよりは、まあ、近代国民国家の、あのなんていうか、えー、抱える、まあ、全般的な問題、えー、ともリンクしているとかですね。まあ、それは全くその通りだと思いますね。うん、あと、まあ、 なんでしょうブラウンについてもそう、まあ私があの割に暴力的に、えー、ようやく過ぎている部分はあるので、でまああの、えー、ブラウンではやはりなんていうか、ハイエクに影響しつつも、まあ現実はハイエクほどうまくいってないので、それがあの、なんかもっとひどい状況を引き起こしてるんだみたいな議論があのむしろ、えー、4章5章。うん あたりで行われていると思いますのではい、い、えー、まあ、それらの点についてですね。また、あの後に議論ができればと思います。はい、どうもありがとうございました。えー、それで、えっ、ー、と、コメントの方なんですが、じゃあ、中井さんの方からよろしいでしょうか。はい、了解しました。あ、中井です。どうぞよろしくお願いいたします。えっと。 私はあのコメントということですのであの特にあの資料とか用意しておりませんであのメモをああの参照しながら10分から15分程度お話をさせていただきたいと思います。で、あのすでにあの役者の方々があのちょあの2冊の本についてはかなり丁寧に解説してくださっているのであの2冊をあの並べて読んだときの あの雑白な感想とあと、まあ、あの読者としての素朴な疑問点をとですねあとちょっとあの今日初めてあの発表の内容を伺った方が多いので、えっと、ど,どこまで問いられるかとか分からないんですけれどもあの発表ご発表の内容も踏まえながらお話ができればと思っていますであのえっとバトラーとあのブラウンというとあの以前にあの バトラーさんの方にお会いした時に「うちは家庭内分業してますから」っていうふうに冗談でおっしゃったことを非常に印象深く印象に残っていてもちろん全部冗談でおっしゃってたんですけれどもでも今回2冊比べてみるとお二人の間で何がどこまで共有されててどこからがまた違うのかっていうのも 非常にあのよく分かってあの面白かったです。で、あのちょっとあの河野さんが最後の方におっしゃったことと被ってしまうんですけれども、やっぱりあの私も今回2冊あの読み比べて、ある意味共,共通しているキーワードなんだけれども、なんかちょっと違うなと思うあの言葉としてあの、社会とは何かということがあるのかなと思いました。であの、ブラウンの前兆、いかにして民主主義を失われていくのかでは、 新自由主義化の歴史的なプロセスというのが、まあ、基本的には政治的性とまあ経済的性の関係であの説明されていて、まあ、えっと政治的性がこう経済的性にいかにこう侵食されこう克服されていくかというプロセスですねこの人間がえっと政治的動物からまあ経済主体になってでそれで新自由主義によってえっと人的主張にまあ作り変える人間性そのものが作り変えられる過程 という形であのその中であの今回あの新自由主義の廃墟での中で、まあ、新たに社会的なものっていうのがすごくあのクローズアップされてるなという気がしました。であのこれまあエク批判の時にあの一番多く論じられてるんですけれどもあの私が個人的に面白かったの 注目したのは、ネグリとハートの,あのブラウン批判の中で,です、ね、ブラウンはアレントと同じだというふうにあの批判されていたことを受けてなたのかなと思ったんですけれど、あの今回、ハナ・アレントを結構あの批判していて、でその中で,です、ねあのまあ、アレント、あのどこが問題かというと、そのアレントは社会という概念を棄却している。でその理由はアレントに 社会という概念によってこの政治学校の福祉です、ね、とか再分配的な機能にまあ還元されているあのことがです、ね、あのまあアレントにとってはです、ね、社会という概念をです、ね、あの批判するあの理由だというふうな。 あのこと感じであのブラウンが議論していてであのブラウンがあえてその社,社会的なものっていう話をするときには、まあ、その政治の中にそういうこの身体の必要レベルの要素をあの加えるために、まあ、社会っていうのを、まあ、政治的なものとです、ねあのまあ、合体させてあの論じているのかなっていう感じがしましたでこの辺りの議論とか読んでるとあの、まあ、佐藤さんがブラウンの政治的なあの えっとポジションがあの、まあ、社会民主主義に近いとおっしゃってるのがかなりです、ね、あの根拠になるのかなという気がしています。で,あの,であのバトラーがの政治っていう時に面白いのは、まあ、大体あのなんか政治的っていう言葉とあの倫理的っていう言葉がですね政治的倫理的っていう形で連結されて使われてるのがあの特徴的であの面白いなとも思うんですけれども。で でその時にあに政,政治的倫理的性の基盤、あるいはそれを基礎付けるものとして、まあ、ここあのあの今回の本ではあの、えっとまあ、政治分析を使って、まあ、新的性の次元というのは非常に問題化しているというところですね。でここは、えっとまあ、ブラウンとの分かりやすい違いとしては、なんかバトラーはまあ経済的性を、まあ、それ自体では独立してはまあ論じていなくて、で そのまあ、過小性とかです、ね、あの愛と不可能な性にはもちろんあの経済的な搾取や貧困が含まれているんですけれどもそのバトラーは搾取や貧困をあの、まあ、経済的な格差やです、ね、経済的な再分配の問題というよりはもうちょっとあの普遍的なといか。 一般化した不平等の問題、あるいはその生存を脅かす暴力の問題系の中に2個組み込んでいるのがです、ね、非常にとあの特徴的かなと思いました。まあ、あのディスプリンが違うといえばそれまでなのかもしれないんですけれども、あのえっと、それで、えっと、社会ですねで。非暴力の力の中でもあの社会というの言葉は多分キーワードですが、そのバトラーの いうあの相互依存性をこのベースにしたこの社会的中退という考え方があのブラウンの意味するようなその社会、ですねこ新自由主義が開発しようとしている社会と、まあ、直接つながるかっていうのはああの、まああのま直接は確かにつながらないんだろうなというふうに思っています。でえっとです、ねまああの 多分そのある部分ではあのブラウンが想定しているようなこの再分配機能を強化したこう福祉効果的なものにつながる道もあるんですけれどもでもですね佐藤さんがおっしゃるような、まあ、アナキズムに近いですねあのそ,それをこう突き抜けていくような側面もある概念だなというふうに思いました。 であ,のあとはあの、まあ、両者の社会のイメージのズレと関係するかもしれないんですけれども、小園さんがあのごしあの指摘なさったように、あのバトランドロンの射程ってやっぱり親中主義よりはだけじゃないというのは私も感じていて、であ,のまあ、ある部分では近代論でもありますし、あとはあの、えっと、清水さんがご指摘なさったように、あのかなり あのまあ、あのアセンブリーの時もそう思ったんですけれども、あの戦争論というか、あの反戦論というか、ですね、そういう側面があの、えっと、バトラーの2000年代以降の著作には強いのかなという気がしています。で あと、バトラーの本に関して言えば、ですね第4章のフロイトの死の欲望、創病の話も出てくるところなんですけれども、そこは私はすごくおもしろくて、難しかったんですけれども、ただ、何が面白かったかというと、バトラーが戦艦機のフロイトを再読をして、 でその人間主体のそのアンビバレントな心的構成とあのバト,バトルが呼んでいるものですね。でこれがあのつまりあの、まあ、暴力・破壊性すなわち、まあ、死の欲動とまあ愛・性の欲動との間のカット状態であるような状態をこの社会の基礎的な状態としてこう 理解あのしようというふうにあのしてる箇所だと、雑っに言うとそんな感じだと思ったんですけれども、でもその中で、あのまあ、フロイトがそのナチズムの台頭をしている時期に、この暴力を阻止するための政治家、あるいは倫理をこう追求するために、まあ、最後にこう有機的性というとレベルにたどり着くっていう、なんかそのドラマをあのバトラーが非常に見事に再現しているのがあの印象的でした。 はい、でなんか本当にあの感想レベルのコメントで申し訳ありませんが、えっと、新自由主義の廃墟でに関しては、あの一応、あの前庁を訳した立場からもうちょっと詳しくあの感想を述べたいと思います。で、あのこ,えっと、この前庁なかったのは、あのまあ、皆さんおっしゃっている通り、あり、やっぱりこの新自由主義とあの新保守主義的なあの道徳主義との関係を考察している点です。 であの前兆は、えっと、結局あのオバマ政権下で執筆されていたという背景があって、新自由主義の前提というのはどちらかというと、あのまあイギリス風な言い方で言うとあのニューレーバー路線の新自由主義ですね、つまりこう多様性とか,か環境保護のようなリベラルな価値をですねあの前面に出しつそれをまあ経済化していくというような、あの一見すると穏健なタイプの新自由主義です、ね、の話。 だったと思うんですけれども、あのただ、前朝の一番あの最後の章で、あの実際、この新自由主義がファシズムにまあ禁じしていくという指摘もあって、であの私があの前朝を読んだのはもうトランプ政権が発足した後だったので、あのこれからですね、その,あのえっとトランプ語の,あの合衆国の状況をどういうふうに説明していくのかなというのはすごくあの興味がありました。であの まあ、あと全書でも、あのまあ、新自主主義が、まあ、一般的に信じられているような、まあ、価値中立的なあの経済合理性ではないということは、す、ま、で、あ、に指摘はされていて、でまあ、例えばベッあのゲリー・ベッカーの,あの教育政治学が、まあ、一見するとあのジェンダー中立的に見えるけど、実際はです、ね、あの過不調性的なジェンダー分業を暗黙の前,前提にして、ま、組み立てられているというの議論もあったかと思います。 であの真珠主義の背景では、まあ、特にハイエクのところでご存じでいるところなんですけれどもあの真珠主義とその伝統的な家族道徳の関係をもうちょっと踏み込んでもうちょっと積極的に関係があるんだっていう話をしていてであのハイエクのその論理の中であの政治や社会からこう。 政治や社会から自由を保護するということと私的領域としての家族道徳を保護するということがんか結びついてるという話をしていてそこは非常に面白いところです。でたださっき河野さんもご指摘なさった通り今そのハイエクの理論的な真珠主義にも確かに道徳主義っていうのが初期搭載されていたらしいですけれども実際今の今あの 現,現代の,この、まあ、トランプ主義者の,あの、まあ、保守主義というのがです、ねまあ、大きく変容してゆ歪められているということもです、ねあのえー、と現代の,その保守主義というのはです、ね、非常にそのあのフランケンシュタインのモンスターなみたいなです、ね、あのものだみたいなこともです、ね、あの強調がされています。 であのまあ、実際、トランプを支持するあの保守主義者というのは、実際にトランプ自身があの道徳を実践するかどうかはどうでもよくて、えっとまあ、どんなにですねトランプ自身があの、えっと、非道徳的な振る舞いをしていたとしても、ですね、まあ、そのことによって彼がその支持を失ったりはしないというのは本当にその通りで、ででそれをあのブラウンはあのニヒリズムとかですね脱償化といったですね。えっとまあ まあどちらかというとですね、心的サイキックなです、ね、あの概念を使ってあの議論をしています。で、あの私がもうちょっと、この小野さんに多分お伺いすればいいんだと思うんですけれども、もうちょっと知りたいなと思うのは、えっと、そういうふうにあの初期新自由主義の,あの、まあ、どっちかっていうと理想的な道徳主義から現在のニ,シニヒリズムへの変動、変容が起きた。あの もうちょっと外的というか歴史的な要因って何なんだろうということなんですがそれは単に理論は挫折するからなのかですねであのブラウンはあのえっと要因としてはこの人間がですねその人的資本としてまあ賠償化されてたりとかこうあらゆるものがまあ資料化されて不平等が促進していることによってがそのえっと そのニヒリズムの要因だみたいなことは言ってるんですけれどもあのそれはその真珠主義化があのどんどん加速して進化したことによ,よるまあ変容なのかそれともなんかやっぱり別の要因が加わったものなのかっていうのはもしこのさんがですねあの分かればご説明していただければなと思いました。であと何あかあのえっとどっの話が出たので。 えっとこれ言おうか読書か、もう一つなんですけれど、つ、え、い、っと、でに言いたいと思うんですけど、あの最終章であの面白かったのが、あのトランプ政権の支持層と見なされている、その米国中部の白人のルサンチマンを説明するあの比喩として、あの飛行機の搭乗グループのアナロジーが使われているのが、なんかあのちょっと印象的でした。 あのつまり途上グループ1で,です、ね、最初にあの登場できるです、ね、コスモポリタンエリートを見てです、ね、最後まで待たされるあのエコノミークラスの途上グループ5の,あの人たちがこれがあの中部の白人カップルで,でそれで、まあ、怒りを感じるっていうなんかそういう比喩が使われてるんですけれどもであのここでなんかコスモポリタンエリート 言われてあの、人種的な特性書かれてないんですけれども、おそらくですねあの、オバマファミリーのような、まあ、非白人のエリート層みたいなものが想定されているんだと思います。で、あのな,んなんかなんとなくこ、ここを読んだときにあの、いかにもあのウォルター・ベン・マイケルズがです、ね、使えそうな日だなと思ったんですけれども、で、ここであのブラウンは、あのまあ、しばしばですね、左派はこのトランプ支持層の怒りをあの階級的な怒り、 ですね、あの階級問題としてのみ捉えがちなことに対して、まあ、かあの彼女はそれにはです、ね、こう批判的な距離を置いていてでその階級的な怒りが、まあ、特権を失った白人のル、まあ、サンチマンから来るレイシズムと一体化してでトランプ的なあの復讐の政治を生んでいるでもそういうあの議論の流れになっていたかと思います。であのでなんかジョーカーカを思い出し ここの辺を見たときに、ま、ジョーカーを思い出していて、あのま、ジョーカーあのかを結構さ最初にあのみあの見た人たちは、ですねなんか結構階級あの闘争革命の話だみたいにですねあの言ってる人も多かったんですけれども、ま、実際はあれあの、すごくこっそりとですねあの黒人女性が暴力の標的になっているという映画でもあってです、ねあの、実際に殺されているのは。 ですね、あの黒人女性だったりするんですね。で、あのまあ、そのそ、そういう側面から見ると、実は、まあ、特権を失った白人男性のウルサンチマンの話だということにもなっているのかなと思いました。で、えっと、それで、あの私は、その、新自由主義の廃墟でを読んだ後であの非、非暴力の力を読むって、その順番で読んだこともあって、で、あのバトラーの著書を読んだときに、 あのまあ、ブラウンド著書の,あの最終章の地点からあのパトラーの本があの始まってるんじゃないかっていうなんかそういう感覚を持ってあの読んでいました。であの、まあ、マトラーがやってることの一つとしてこういうトランプ支持者に代表されるような人たちの、まあ、本人たちにとっては正当な怒りに基づく、まあ、ある種の 正当防衛であるような攻撃性の心的メカニズムをあのまあ解析することなんだろうなという感じで読んでいました。で、まあ、最後にで、あのえっと、一つ疑問にというか、ね、思ったのは、すべての性を相当可能な性にせよあのバトラーがです、ね、あの主張していることだと思うんですけれども、あのそれがあの誰について誰に対、誰について言っていて、誰に 対してそれを,それをま命令してい,るのかっていうあのことですねで、誰についてっていうのは、あの一応想定されてるのは、あのマイノリティあのバルネラブルなです、ね、人たちあの、えっと、愛と不可能な性に分類される人たちのことなんですけれども、でも同時にそれは全ての性の話でもあって、でえっと、す全ての性の話でもあって、でバトラーはその愛盗不可能な性は結局、 まあ、特定のアイデンティティとか階級ではないということもあの言っていたかもしれません。あの文字通り全ての性なんだろうなという気がしています。で、それと同時にですね、あの誰に対してっていうのはですね、もちろんあの左派も右派もですねあの両方含みうるです、ねあの、非常にあの普遍的なです、ねあのえっと、命令なのかなという気が していますでただそれであの実現可能性ということではですねちょっと思ったのはでもあの実際あの、えっと、ブラウンがあの一番最後にですね描いているような,そのなんかボロボロの,あの荒廃したあの環境も破壊され尽くしたような場所にけれども、まあ、そこしかないので、まあ、しがみついているような人たちに対してですねあのこの すべてのせいを愛とかななせいにしようせいっていうあの言葉がです、ね、どんだけあの届くだろうかっていうのはです、ね、あのかなりあの実現可能性ってどうなんだろうなっていうふうなです、ね、あの感じはしながらあの読んでいました、はいあのえっと。結構長くしゃべってるかもしれないのでじゃあこの辺であの終わりにしたいと思います。ありがとうございます。はい 中尾さん、えー、中井さんありがとうございました。えー、っと、濃密なコメントをいただいたので、後でできるだけあの議論のえー、っと在場にできればと思っています。はい。えー、っと、ちょっと時間が押しているので、早速、じゃあ、箱田さんにバトンタッチしたいと思います。はい。えー、っと、えー、っと箱田です。よろしくお願いします。はい、えっと、あの、僕は、えー なんですかね、あの風ーについてとかの関係でしゃべれっていうあの話だったんですけれどあの、まあ、あの非暴力とか暴力っていう話はあの非常に今僕考えてることと非常に近いので、まあ、あのその話から少し入ってみたいと思いまして僕は今あのドイツにいるんですけどあ,のなんかある朝あの新聞朝日新聞を見たらなんか宮台真司さんが刺されたっていう話を聞いて。 でまあ、あの本人は回復されたようでよかったと思うんですけど、まあ、その暴力、非暴力ということを言うと、まず、まあ、あのそのことがふっと頭に浮かびました、えー、ということを最初に言っておきます。それで、えーとまあ、暴力とか非暴力というふうな議論というのは、今、僕がやっていることでいうと、そのまあ気候運動に関することでは非常にあの、まあ、ホットな一種であってで、まさにこれはここでバトラーが言っているような、まあ、誰が えーと暴力を決めるのかという話があの、まあ、如実に出ている、えー、とことでもあるわけです。で、まあ、その最初のところでグローバル・ノースの気候運動っていうふうに書きましたけど、そのえー、例えばまあヨーロッパのこと、まあ、西ヨーロッパのことをまあ考えているわけですけど、まあ他に何をやればいいのかっていうようなあの理論っていうのが今すごくあります。で、一つはまあ要するにいろんなことをやってるわけですけど、例えば、ま、あ あの右左下,ごめん右下の絵のところのやつは、これはあのポーツダムの美術館であのポルトスープかけた人が2人いるんですけど、まあ、あのこういうような抗議運動というのはなんか日本でも紹介されたようなんですが、まあ、あのこれをやっていたり、あとはまあ高速道路とか、えー、と自動車道とかあの空港とかに侵入してで接着剤でえっと自分の手をあのつけてあの抗議するというあのレッドでゲネラツィオンという人たちですね。まあ、これはフランスとか イタリアとかスイスとかオーストリアとかいろんなところで同じようなことをやっている人いますし、イギリスではあのジャストストップオイルっていうですね、エクスティンクションレベリオンからあの出てきた人たちがやっていることですけれど、こういうようなその道路封鎖とか、えーとカス、カッソル侵入とか、インフラを破壊するとか占拠するっていうようなことっていうのが、えーとまあ、ヨーロッパ各地で行われています。でえーと まあこれ自体は、えー、といわゆるオルタグローバリゼーション運動の流れから、まあ、出てきたものというのが、えー、と一部で根強くあります。つまり、えー、とグレーバーが最初の方で分析したような、えー、とシアトル・ジェノバ以降の流れですよね。それが2000年代後半ぐらいからの気候運動の、えー、への関心の高まりとリンクして、えー、と現在のような形になっているという、えー、とことがあります。で ここで今、その現在起きていることっていうのは、そこに書いてあるのは国家人種主義的暴力っていう、まあ国家人種主義という方は、まあ復興から来て、えと、まあバリバルも使っている言い方ですけど、まあ国家人種主義的暴力の正当化と、まあ新植民地主,主義とか入植者植民地主義とか植民地主,主義とか、そういう様々な言い方がありますが、まあいわゆるコロニアリズムといわれるものに対する、まあ居直りというものがあるわけです。で、これはあの非常にその暴力が野放しになっているっていうことは、あの、これはむしろ、えー、 運動の側というのは、まあ、人を傷つけるということはまあ一切やっていないし、まあ、それをやらないということを、まあ、あの言っているわけです。例えば、えー、と右上にあるです、ねえー、とこれは、えー、2022年、今年の、えー、何月だったか、えー、8月か、8月の半ばに、えー、エンデゲレンデというヨーロッパのグループがあって、まあ、あの彼らが、えーえー、ハンブルクのガスターミナルの建設。 抗議行動にやったときに、この橋を占拠するということだったんですが、それに対して、まあ、警察が放水車を、えー、やってガンガンにやってるということですけど、まあ、例えばこういうようなことっていうのが、えー、とかなりさまざまな抗議運動で、えー、に対するその、まあ、弾圧として、えー、かなり過激に行われていると。 いうことですですごく象徴的だったのは、例えば11月にですね、ベルリンで、えー、とこのレッツ・デ・ゲネラツイオンという右下の人たちですね、あのこのオレンジの,あのジャケットが象徴的ですけど、まあ、彼らが、えー、と道路封鎖をしてたときに一つの事件が起きて、これは日本でも新聞報道があったかないか、なんかあったような感じなんですけど、僕、ちょっとちゃんと見てないんですけど、でその彼らが、えー、とその道路封鎖をしてたときに、ちょうど別のところで、えー、とトラックが、 なんかにひかれた高齢の自転車ドライバーがいて、その人がまあ亡くなるという事故があったと、その時にそれを行くための緊急車両がこの封鎖のために通れなかったらしいという話があり、で、これは要するに彼らが人を殺し要するに彼らの道路封鎖のために人を殺したんだっていうことで、まあ、あのすごくマスコミとか政治家が袋叩きにしたんですけど、まあ、その、えー、っと、もう、 その日のうちに、ですねいや、それは全然関係ない話ですということが分かったわけです。でも、その関係ない話ですということが分かった後に、じゃあ、そのいう最初のようなコメントをした政治家とかマスコミとかが謝ったのか、ちょっと誰も謝らないですね。例えば、そういうようなことがまあ起きてるわけです。だから、もうこれは本当にその無責任なあ、ある種の,の暴力ののばしということがまあ行われてるわけですで。これは例えば、イギリスだったら、ジャストストップオイルとかは、 えとまあ、道路封鎖とかをやってるわけですが、これに対してですね、あのえー、とそれをやると、時の,その刑罰を重くするっていう法律を作ろうとしてるとか、まあ、ドイツではあの南部ですね、ミュンヘンとかでは、バイルンか、バイルンでは、えー、と予防抗菌をするですと、ね、いうようなことを行われているわけです。これは黄色いベストの時にも予防抗菌というようなあのことがあったりとかしましたけど、そういうふうな形で、いわゆる まあテロ対策として,呼ばれて、えー、言われていたようなことっていうのが、あの一つの治安問題として、えー、と気候の運動に対する投げかけとしてあるということです。で、まあ、あのこういうようなことっていうのが、一つ、まあそのえー、となおりということを書きましたけど、この居直りというのは、例えばまあ天然ガスの最近のです、ね、ヨーロッパのエネルギー危機の中では、天然ガスの調達先として、例えば中東とかアフリカですよね。 例えばカタールとかマグレブとかから,とか、えー、から輸入するという話になったりとかすると、で、えー、とアフリカにパイプラインを建設するとか、そういうふうな話をしているわけです。そこは日本も一緒です。東南アジアとか、えー、とオーストラリア、そしてアフリカ、カナダから、えー、と化石燃料を輸入するという話になったりとかしていて、でここに、えー、まつわる、えー、さまざまな植民主義的な問題とか、先住民の環境破壊とか、そういうことというのは全く無視されているというようなことが回ったり。 すするわけで,すでこういう中での議論というのはさまあ、様々にあるわけですけどその暴力とか非暴力というのはまさにその、えーとまあ、バトラーが問題するような形で何、えー、て言うのかな国家の側が、えー、と暴力というものを一方的に名付けるという形で、まあ、行われているときにただしこれが非暴力というのはじゃあ一体何なのかという問いっていうのは非常に大きな、えーとまあ、思想的な問題として、えー、と浮上しているということもあると思います。 でただ、これをもう少しそのバトラーとかブラウンの話に引きつけて、えー、と考えると、まあ、1つはそのまあ2つ目の抗議かレジスタンスかという話になると思うんですけど、まあ、1つはその、えーとまあ、今えっているその運動というのが、まあ、場というものがあるかないかということが、えー、と問題であるということだと思います。そしてこれははもう1つはその この場があるかないかという問題は、バトラーが、えー、とベンヤミンの暴力批判論を引いていっているような、まあ、ゼネストをある種、待望するというような話、えー、ということになるわけです。まあ、これはでもあの、ゼネストにおいて、ある種の日常的な切断が行われて、そこからある種の新しい、まあえー、とこれをアナキズムというのか分からないですけど、まあ、ある種の、まあ、権力が、えー、と生じるという,ようなことだと思うんですけど、えーと、そういうような議論としてあの、まあ、構想するのかどうかということ。 だと思いますで、あと佐藤さんが、えー、あの話の中で、えー、ブラウンは社会民主主義者だというふうな言い方をして、まあ、社会民主主義というのをどのように定義するのかというのは非常に難しいと思うんですけど、一つここにおいて、多分、えー、とブラウンもバットラーも困っているであろう難点というのはあのー、誰が集合的主体として立ち現れるのかというときに、えー、と変革の主体として、何か集合性の根拠になるものは何かということだと思います。 例えば、まあ、気候運動の文脈で見ると、ですね例えば集合的主体として労働者とか労働組合というものを、えー、と見るっていうことはまあ不可能なわけですよね。例えば、日本で考えれば、トヨタの労働組合とかが、えー、と気候変動に対して、えー、と抜本的な、えー、に賛成するということはまあ,ありえないわけですよね。でだからそこにこう何か期待する、えー、とような、ある種の。えーまあ 広く言うとトロスキズム的な視点というのは、まああの、かなり構成するのが難しいということがあると思います。で、これはまあバトラーは例えばその傷つきやすさとか、まあ、公式にオフィシャルにカウントされない人々に対して、まあ、別の現れ方とか、別の名乗り方とか、別の集まり方があるというふうな話であって、まあ、これに期待するというようなあの議論だと思います。で まあ、ブラウンはじゃあこの点どういうふうに考えるのかっていうのはちょっと僕はよく分からなかったんですけれど、まあ、例えば、まあ、あのもう一人、えー、とブラウン・バトラーと並べるともう一人、まあ、同世代ぐらいで言うと、えー、ナンシー・フレイザーがいると思うんですけどナンシー・フレイザーだったら、まあ、彼女は自分で民主,社会民主的社会主義者だっていう私は社会主義者ってずっと言ってますから、まあ、彼女なら、まあ、別の講演で僕が聞いたときには、まあ、これは彼女は、まあ、端的に言えば、まあ、あのイデオロギー闘争みたいなものだっていうような えと言い方をあ,のある声でしてましたが、あのまあ、この言葉そのままじゃないですけど、まあ、もしくは彼女が言うところの新たな労働者がなんか結集するんだというふうな答えってながありました。で、これが有効かどうか分からないですけど、例えばまあフレイザーだったらそういうふうな言い方をしてかなり具体的に話を出しているわけですけど、じゃあバトラーとかブラウンはこれ、どのように答えるのかという,ふうなことっていうのは、まあ、一つえとまあ疑問としてはあるかなと思います。そして あと疑問点とコメントっていうことですけど、えー、とまあ哀悼可能性という話で、でこれ、哀悼可能性に関して言うと、僕はまあ最初に連想するのは、えー、1980年代とか90年代のいわゆる HIV とかエイズの。 最初に流行ったときにどんどん人が死んでいく中で、では、それはどのようにして、そういう人たちの性を哀悼するのかみたいな議論っていうのがあ,のあったと思うんですよね。で、これは例えば、風光研究でいうと、デイビッド・ハルプリンの性風光っていうのは、まあ、そういう文脈で明らかに書かれている本なわけです。で、もう少しちょっと後の方で言うと、バトラーは確か、えー、とアドルノ賞を受賞した時のコメントの,の時に、 えと彼女が屋外でスピーチしてるビデオがあると思うんですけど、それは僕は結構見て、それはよかったなと思うんですけど、それはひ,、えー、とひたすら彼女が運動体とか人の名前を読み上げてるんですよね。つまりその犠牲者を、まあ、というか被害に遭った人を追悼するっていう形で。つまりまあこれは彼女ののある種の えっと哀悼性の表現だと思うんですけど、まあ、そういうようなことをしているっていうようなことで、まあ、じゃあこういう時の話と、まあ、清水さんがおっしゃっているような、まあ、戦争の枠組み以降の話っていうのはつながるのかつながらないのか、つながるとしてはどういうふうにつながるのかっていうふうな議論っていうのは、まあ、一つあると思います。でもう一つは、えっ、ー、と、まあ、えーと、ブラウントのアレント批判って書いたんだけど、その前にもう一つあるんですが、これは、 あの今、集合性の話をしましたけど、まあ、国家権力をどうするのかっていう話っていうのが多分あると思います。でこれは社民という言い方をしても、えー、と共産主義という言い方をしても、民主的社会主義という言い方をしてもそうだと思うんですけど、まあ、この一方では、例えば現代で言えば、ミニシパリズムとか、まあ、コモンという言い方があるわけですね。で、まあ、ネグリハートなコモンっていうわけですし、 例えば、あの、サンドロ・メッツアドラの新しい本とかだと、まあ二重権力っていう言い方っていうのを、えー、すると思います。でまあ。 こういうふうな形でどのように国家権力に対して向き合うのかっていうことの議論っていうのが多分、えー、とすごくシビアな問題として出てくると思います。これは例えば佐藤義行さんがずっとやられているその原発の話とかっていうのは、例えばミニシパリズムでやったところで原発を国家が推進したときには、じゃあそれどうするのかと、国家レベルの政策とか、まあ、気候変動でいうともう少し大きな問題としては、事業エンジニアリングという、例えば あの飛行機をいっぱい出して、えー、大気圏にすごい粒子を出して、えー、と太陽光の,です、ね、あの影響をあのコントロールするという技術があると言われていますこれはまあほとんど成功しないと思ていますけど、そういうものをやられたときに、それは別にあの地域主義では解決できない問題です。じゃあ、これどうするのか、国家権力どうするのかという問題というのは、もう一回新たな形で出てくると思います。でこういういもののに対してある種その えどういうふうういいいいに回答すするるののかと議論っていうのはあると思いますそしてもう一つは中井さんもおっしゃってましたけど、まあ、ブラウンのえと新しい本でのアレント批判っていうものっていうのがあった時に僕も前の本を読んだ時にはいやこれはなんかある種の政治的なものっていうのを上位に置くような議論ではないかっていうふうに思ったのでまあこれはちょっとなんか結構面白かったんですけどじゃあその社民とかリベラルな人っていうのは、まあ、ある種そのアレントをこういうふうに思われたことに対してどのようにまあ回答するのかということがあるかと思います。 でもう一つで、で河野さんが言われたことだし、えー、とこれはあのブラウンが最後の本に、とか前の本でもそうだったと思うんですけど、とにかく左翼はビジョンがないと、未来の名前がないんだと。で、バトラーもその未来に対してどのようにこう関わるのかということを言ってると思うわけですね。哀悼可能性というのは過去とか現在の話じゃなくて、未来に関することでもあるというふうに。で、例えばこれは、えー、とジジェクでは、えーと その例えば、えー、さっき河野さんが挙げた本だと、彼は例えば、その参加者すべてが共有できる普遍,的で普遍的で肯定的なプロジェクトというものがないと、そういうものがない該当行動というのはすべて失敗する、すべて革命に至らないんだと。えー、ジジェ私は、共産主義というふうに言うべきだというふうにまあずっと言ってるわけですよね。じゃあ、えー、とそういうものっていうのをあの、どういうふうな名前というのをつけるべきなのか、もしくはつ,つけうるのかということ。 ですよね、そこにどのような政治を読み込むのかっていうことはやっぱり疑問としてありますしもう一つは、まあ、暴力非暴力っていうふうに言うと非暴力は何て言うのかな、まあ、バリバルは非暴力じゃなくて反暴力と言ってますけど例えばブラック・ライブズ・マターでも ミネアポリスの警察署って、えー、と全焼している箇所が一箇所あるわけですよね。完全に放火されて破壊されたわけですよね。じゃあ、これは暴力なのか非暴力なのか。まあ、別に人を殺してないから非暴力だというふうに僕は思いますけど、じゃあ、これを非暴力だって言い得るというのはどういう論拠からなされるのかというふうな話というのもありますし、まあ、現代においては、 本当にそウクライナ戦争とか日本の軍,軍備拡大みたいな話の中で、まあ、逃亡とか、まあ、自衛とか哀悼可能性っていうのはどのような形でえ考えうるのかなというようなことっていうのがあ,の、えー、あるのではないかというふうに思います。ちょっとすいませんあの問題点もっか出しますけど、えっとりあえず僕のほうからは、えー、と以上です。はいいさんありがとうございました、えー とまあ、いろんな、えっと、論点を出していただいたので、えー、すみません、それで、もういつものことですけど、えっ、ー、と、もうすでに時間が過ぎてますので、えー、っと、今のところそうですね、17時40分くらいを、えっ、ー、と、めどに、えー、したいと思いますけれども、終了時間は。でも、18、えー、 17時じゃない ?19 時だ。1時40分。まあでも20時になるかもしれないですね。はい。えっと、もう20時ぐらいって言っておきましょう。すいません。えっと、それでですね、えっと、皆さんから、えっと、出していただいた論点について、一応、あの、発表者の方で、えっと、コメントに対する応答とかできる部分をですね、えっと、回していきますので、コメント と、して、コメントというか、応答していただければなと思うんですが、えっと、ちょっと私から最初に、えっと、行かせていただいていいでしょうか。えっと、もうす、すごい簡単にします。えー、それで、なんだろう。まあ、まず、清水さんと河野さんからは、やっぱり、えっと、創病っていう概念が、その、暴力、 あるいはレイシズム的暴力あるいはポピュリズム的暴力に対するあの抵抗の手段としてまあその心的なレベルでも出されてるのはなんかそれは分かりにくいんじゃないかみたいなえー、っとことをあの疑問として出していただいててまあそれは全くその通りだと私も思っていてだから創業っていうからあんまり良くないのであってこれ権力の心的な性の中ではこれは怒りっていう言い方で言われてたんですよね。 怒りだからその権力に対する脱同一化をどうやって引き起こすのかということが多分ポイントになっているのでそのポピュリズムに飲まれている人たちは結局その脱同一化は全然できないからあのそこに飲まれていってしまうんだけれどもあのそれはあの怒りというものを、えー、とキーにしてですね脱同一化が成り立てばいいのじゃないかと。 いうようなことが、権力の心的な性の中で打ち出されていたことで、私としては多分そっちの方が良かったのではないかという気がしていますね。で、あと、えっ、ー、と、河野さんから出ていた、その、なんでしょう、あの、まあ、愛と、えっ、ー、と、愛と、えっ、ー、と、憎しみの,あのアンビバレンスっていうのがあるんだけれども、まあ、例えば戦争論の中で、じゃあ愛の位置づけって結局どうなるのかみたいなことですよね。 でそれはもう完全に創病に、えーとえー、取ってかられるのかっていうような、そういうあの論点を出していただいたと思うんですけど、まあ、要するにフロイトはやっぱり、ある種、えー、と戦争をあのいかに避けるかというあの観点は、何ですか、タナトスに対するエロス。 という概念から考えざるを得ないということをあの一貫して主張しているわけで、まあそういう点では、やはりその、まあ、エロス、まあ、あるいは愛、まあ、あるいはその人類愛的なものって言ってもいいのかもしれないですけど、まあ要するに反暴力ですよね、やっぱりね。 そういうあのものがですね、えっと、まあ、創病によって、えっと、完全に消去されてるわけではないということはある、言えると思います。で、えっと、あとは、熱い戦争についてどう考えればいいのか、こう清水さんからも頂い,いてましたし、まあ、それから、えっと、箱田さんからも要するに、ウクライナ戦争、えー、のような、えー、状況を考えたときにあの、どうなるのかと。 いうような論点が、えっと、あったと思うんですけれども、えー、っと、すいません。これはあれかな僕が <laughs> もらっているメモリーだけ書いてあるのかなもしかすると。えっと、それについてですけど、うん、だから、その、あれですよね。その、攻撃されたときに、その、自衛する。で、あの、これを、えー、っと、禁じるのかっていうことについては、 まあ、バトラーはあの一方では非暴力の力の中では流保しているということがあると思うんですけどまあ,あの私は、えー、と浅田明さんが知っていたやっぱり、あのー、話とも関係するんですけど何て言うのかな その戦争を仕掛けられたからといって、すべての人が愛国的にあの、祖国防衛のために立ち上がらないといけないっていう、そのゼレンスキーの愛国主義的なディスクールも、やっぱり非常にどうかと思う。でまあ、それは、あの、闘争という手段が当然あってもいいのではないかっていうことですよね。だから、その闘争っていう手段は、要するに、あの徹底して非暴力を貫くっていうあの方向性であるので。 まあそういう手段が当然残されているべきだろうということはやっぱり付け加えた方がいいと思うんですよね。で、えっと、それくらいですかね。まあ、あと国家権力についてですけど、まあ、国家権力っていうものを結局作り直さないと、まあ、ある種の、その何て言うのか、ミニシパリスムとか、あ,の、まあ、あるいはアナキズム。えー だければ弱いいのではないかと、まあそういう観点がやはりえっ、ー、とネグレハートのえっ、ー、と主要な論点だったと思うんですけれどもまあ私はその方向性はあの基本的に賛成ですね。まだから原発の問題にしても結局その何て言うのかな経済市場主義的なあの 国家の在り方を変えないとその原発の問題もそれから化石燃料の問題も解決できない、まあ、これはもう明白な事実なので、まあ、そういう観点も含めて、まあ、あと国家暴力の問題をやっぱりあの国家の変革なしで、えー、解決するということは到底できないということですよね。まあ、それは国家レシズムの問題もしっかりということになです。えっと、すみませんなんなか、えー 電報庁のコメントなんですけれども、私の応答はすみません、これくらいにさせてください。またあとで何かあると、えっと、お答えすることもあるかもしれないです。はい、えっと、それで、えっと、どうでしょう清水さんに回していいですかはい、はい、えっとですね。えっと、あまあ、その層の話なんですけど、今、佐藤さんがおっしゃってくださったこと、すごくよく分かって。 あのなんか私もその怒りっていうものに対してどう向き合うかって言った時に常にこうあの怒り狂いとか戦闘的平和主義とか、えー、攻撃的非暴力とかまあこう両化的な中でどこなんかこう殺コロコロそうというかそっちに攻撃的なものとか怒りをそっちに向けてどういうふうにするかっていう葛藤の中であのバトラーが常に考えていこうとしてるっていうのはすごくよく分かったのであのなんかい。 その怒りっていうものと、そうっていうものが、今回どうしてそ,そちらに行くことになっまあまあ、いいです。はい。なんか、でも、それ、すごいよくわかりました。はい。で、えっと、箱田さんの質問なんですけれども、えっと、一つが、その、なんだっけ、エイズとかの時代から、じゃあ、つながりがあるのかどうかっていうので、それは、あの、すごく、もちろん、つながっていると思います。で、それは、バトラー自身も言っていて、あの、うんと、 んとジェンダートラブルを出した後にすごくいろんな社会運動に出ていく中でその、えー、と再犯の序文の中で言ってたんですけれども自分自身がすごく変わっていった運動に対する見方も含めて変わっていったみたいなことを言っていてで、えー、とそれはこれまでどちらかというとその一人の個人とか一身体みたいなものを軸に考えてたセクシャリティやジェンダーみたいなものをなんかそのそこで 見,見出した倫理とか生き方みたいなものをあのそのエイズの問題とかえっとそれからまあトランと911を経てあのその倫理的な問いっていうのを社会的な問いに変えていかないといけないっていうのはあの自分も言っていてそれは なんか時々倫理的展開みたいな形で、あのあんまりよく言われないこともあったんですけれども、バトラ自身が私の中では何も変わっていなく、一貫して同じことをしているとも述べているように、私もそうなんだろうなと思っています。なので、あのつながっているんじゃないかなと思います。でもう一つ箱田さんのその左翼にビジョンがないっていうのも、あのそれあのえっとウェンディブラウンが99年に左翼メランコリーの をどうするかっててていいいう論文書いていてなんかやっぱりこうサチャリズムもそうですけどネ,ネオリベラリズムにあのがっつり持っていかれちゃったこの何十年っていうものっていうのはあのその左翼のビジョンの弱さというか脆,脆弱さみたいなものとも深く関わっている。 中で今回あのバトラーが挙げたのはそのさっきの層もそうなんですけど創病というのはある種の非現実主義だっていうふうに言っていてそれはなんかもう一つオルタナティブな想像力っていうものを絶対あの失ってはいけないっていうなんかそこと結びついているのかなってそういう形でなんかこうビジョンというものを一緒に練り上げていきましょうっていうような方向にいってるのかなと思ったしなんかこれはあの 自軸だったらあ,のあえて左翼と名乗りましょう。でそ、それは左翼、その左翼とはコミュニズムだみたいな形であの行くだろうし、またでもそのじゃコモンっていうような形で言われている今、あの、シルビア・フェデリーチなんかもすごいコモンズの話をしてるんですけれども、なんかそこで見えてくるものっていうのは、あのミニシュバリズムをはじめとして、実は結構なんかこう、顔の見えるなんていうかな。 中での関係性みたいなものっていうのが逆にすごく重要になっててその意味ではこう下からというか一つ一つ信頼できるような関係性の中であのまさに私だけとかあなただけとか私とあなたじゃなくてその間をどういうふうにもう一回作りな直すかっていうこととしてあの見直されているのかなっていうふうにあの考えています。とりあえずあのそんな感じで大丈夫でしょうか。 すいません、ざっくりしてるんですけどあ。ありがとうございます。いや、あの、いいと思います。えっと。 それですみません。私一つだけちょっと付け加えていいですか。えっ、ー、と、さっき中井さんのコメントに対して何も落としてなかったので、えっと、これ非常に重要な論点なんですけど、だから中井さんも、えー、と指摘してくださった、その、市場プラス道徳。えー、この,あのカップリングっていうのが、その、新自由主義的な暴力の、あの、非常に、何て言うかな、コアになってるんだっていうね、話だったんですけど、 まあこれ、あの日本の文脈に置き換えてみれば、ですね全くその通りなわけですよね。で安倍政権以降、どういうことが起こっているかというと、新自由主義的なあの経済、えー、運営プラス、なんですかね、要するにこう右派的な、あるいは極右的な道徳の,あのバックラッシュですよね、そういうことが起こって。 それのやっぱりこう象徴としてですね、育、まあ、あ人間もその,あの安倍があの非常にえお抱え的にですね、えっと、擁護していたあの政治家たちがいたわけですよね。で、まあ、そういうことを考えても、市場プラス道徳のカップリングの何のて言うのかな。 非常にそのいびつな展開っていうのが、やっぱりその今世紀になってからですね、あの、もう社会でその目に見えて、えー、その我々の性を脅かすような形で展開して、えー、されている部分があるのではないかということはあると思います。で、あともう一つですけど、あの自己防衛とね、攻撃の区別があのつかなくなってしまうと。 いうことも多分ご指摘いただいたと思うんですけど、まあそういう観点から言うと、今の要するに敵基地攻撃能力実現の流れ、あの、なんかミサイルが、 あの、北朝鮮から飛んできてなんか、あの、大変だということですね。敵基地攻撃能力を、あの、備えなければみたいな話をですね。あの、強引に、あの、今、その実現しようとしているわけなんですけれども、まあ、普通に考えたら、あの、なんていうのかな。あの、独裁政権がですね、あの、アメリカに、あの、普通、えー、その、手の、えー、手の上で、その、うん あ手の上でというか、えー、その簡単にひねり潰されないようにああいうあのパフォーマンスをしているんだと、まあ、いうふうに考えるのも自然なわけであのそれをですねあの自己防衛と称して結局あの攻撃能力の,、えー、とその強力な、えー、展開というものの、えー、口実に使ってしまう。 まあ、はっきり言ってその、日本のコンスティテューションがですね、やはりあの根本から変えられてしまうようなその決定をですね、まああの、現在行っていると言ってもいいわけですから、まあ、そういう点から言うと、まさにその自己防衛と攻撃の区別がつかない、えー、というあの状況がですね、今あの、目の前で展開されているんだから いいうことを思いました、はい、すみません、えっと。私は、あの、後で喋るって言いましたけど、すぐ喋ってしまって申し訳ないです。えっと、それで、えっと、河野さん、お願いできますか。<laughs> はい。はい、えっと、 あの細かい点から先に申し上げますと、えーとまあ、箱田さんのおっしゃっていたその哀悼可能性と HIV という AIDS からの連,性あの連続性ということで、あの清水さんがお,っしゃあのお答えになった通りだと思うんですけど、た、まあ、多分つなぐテクストとしては、アンドゥウィング・ジェンダーだと思いますということだけをお伝えしたいと思います。最近あの、実は翻訳の原稿みたいなのを通読する機会がありまして、ま,あ、まさにそこではあの哀悼可能性。 っていう議論があの出り上げられてるんですけどあの出発点は当然のことながらあのエイズで亡くなった方の哀悼がされないことっていうことから始まってるっていうことなんでそれがまあ今回の本ではもっともっと広くこうあの、えー、適用されてるっていう流れになってるのかなと思います。でそれから安易についてありがとうございました。あのこれちょっとあんまり何ていうか結論もないんですけどただあの指摘としてはやっぱりこう自クは アガペなんですよね。えー、アガペ。で、えっとあの、バトラーはラブって言葉使っちゃうんですけど、まあ、ただフロイトに基づいてるんで、エロスでもあるんですよね。えー、なので、そのエロスとアガペは相当に違うっていうあのところがあって、そこでなんか議論がうまくかみ合ってないなっていうあのところだけお伝えしておき,、えー、きたいと思います。あの、まあのま宿題って感じですけど。で、えっと、 それは2つ細かい点で、えっ、ー、と、あの中井さんのご質問から一つ大きなポイントはお答えしておきたい、お答えの,あの試みをしておきたいと思います。えっ、ー、と、何かと申しますと、その初期新自由主義のその、あの、ハイエクなんかの理論における道徳性みたいなものから、まあ、現在の、まあ、それを、あの、ある意味で裏切ってしまっている、あの、ニヒリズム的な、あの、なりふに構わぬ、あの、えー 海外主義とか差別主義みたいなものにこう流れていった時という、まあ、現象自体はよくわかるんだけどもあの歴史的な原因ってあるのかみたいなことですよね。えー、で、まあ、相当に難しいことだし、えー、とあのウェンディ・ブラウンもそんなにその歴史的原因ってことは言ってないとは思うんですけども、あのー、ただ一つ考えなくちゃいけないあのよこの本とかあとずっと扱われている あのハイエクの読み方、えー、みたいなことは少しちょっとかん立ち止まって考える必要があるなと思って。 ています、えー、というのはあのーまあ、今日のまとめだとあったかもあのハイエクっていう人はもう何が何でも社会的なものとかえっ、ー、と政治的なものですよねで意図的なあの介入みたいなものはもう全部ダメでえっ、ー、とー市場の原理市場原理主義であの行かなくちゃいけないっていう人だっていうふうにまとめられがちなんですけどもあのー、かそれだけだとちょっとハイエクのが捉えきれてないっていうとこがやっぱりあってあのー えっとですね、突然なんですが、あの、僕、<laughs> ハイエク、まあ、ハイエク、あの、今回、 翻訳するために初めてまともにいっぱい読んだって感じ、えー、のその程度のものなんですが、またなんかハイエク読んでみて、まあ、大変な迫力は確かにあって、で、片方ではやっぱり批判されてる、ウェンディ・ブランが批判するように、まあ何が何でも意図的なあの介入はダメですと、えー、市場原理主義っていうところはあるんですよね。で、少しでも介入があれば、もうそれはあの全体主義に前戻ってしまうんだっていう、あの、確固たる信念っていうのは確実にあるんですが、まあ、ただもう一方で、あの 突然の話なんですがハイエクってこのレイモンド・ウィリアムズに「えっと、文化と社会」っていう本があるんですが、まあ、このレイモンド・ウィリアムズの文化と社会の伝統の家庭にある人と考えてもいいかなって思いましたでどういうこと何を言ってるかというとあのレイモンド・ウィリアムズの「文化と社会」ってどういう本かっていうとあの基本的にあの 産業革命が起こって資本主義が起こった時に、まあ、あの基本的にはこのア,ナアナーキックな混乱をあの巻き起こしてしまうこの、えー、資本主義社会ですね。で、そ,れはその中ではあの我々個人というのは基本的にはあの苦しみを、えー、得てしまうわけですけれども、でえー、とそれに対して、えー、と保守派と旧進、まあ、派というか、進歩派、えー、両方がいか,にいかなるリアクションをしていったかという歴史が文化と社会。 なんですね、でその時に特に例えば文化っていう言葉がいかに、えー、と資本主義の荒波をの中に秩序をもたらすものとして、えー、構想されていったかということがずっと後付けられるわけですけどでもあのでそれがその、えー、と左派にも右派にも あのそれぞれのやり方で、えっと、文化って言葉がえっが、と、秩序をもたらすものとしてこう使われていったみたいな話なんですね。で、ポイントとしてはやっぱりこうあの、それが右派だけじゃないとあの、例えばマシュー・アーノルドみたいな人が、えっと、無秩序とあのあのカルチャーアナキみたいなことを言ったときの、えー、カルチャーの意味ってもあるんだけども、もう片方で、えー、そうではない旧あの、左派的な文化の概念っていうのも存在してきたんだみたいな話ですね、をずっとやってる。 で、この伝統の上に、ハイエクって置くべきで、や、つまり、何を言ってるかと言いますと、ハイエクの概念の中に、あの自制的秩序っていうのがあるんですが、あのこの自制的秩序って、まあ、自制的なん、スポンティニアスなんで、えっと、やっぱり意図的な介入とか計画とか、そういうものは否定する概念なんですが、ただ、なんか、置くべき力点ってその、その、自制的、その、 意図を排除するっていう側面だけではなくて、あくまでやっぱり秩序をもたらしたいっていうことなんですよね。で、えっと、つまりハイエク自身も、えっと、この、えっと、市場原理主義とか市場社会、えっとか資本主義、えっというものは、そのままじゃダメだってやっぱり思ってるわけです。で、えっと、そこにいかなる、いかにして秩序,秩序をもたらすかっていう時きに、まあ、ハイエクの場合には、 あくまでそれは自制的なものでなくてはならないっていう、あのそういう順序で物事は考えられてるんですね、多分で。そういう意味で先ほど言ったようなそのレモンド・リアムズの文化と社会の,あの伝統の上にハイエクトを置けるよねっていうふうに思うんです。で、えー、とそのように読んだときにはあの、多分現在の,その、えー、新自由主義と まあ非常に急進的な道徳主義っていうか急進右派の道徳主義みたいな結託した状況っていうのが、まあ、全然このハイエクの精神からかけ離れてるっていうのはよくわかるかなっていうことはあのだけは言えるなというふうに思うんですね。でまあ、最近その この本が出た後にあのにごく最近あのロー・ローロー・バーサスウェイ・ウェイド判決があのひっくり返されるということがあってあの、まあ、ウェンディ・ブラムも多分相当頭を抱えているという状況だと思いますけれども、まあ、そういう形でしゅ宗教右派があの、えー、あのプロライフ的なあの道徳というのをガンガン推し進めていくと、えー、いうことが。あの なんていうか、現在の新自由主義的な、あの、市場主義とか、それがもたらす混乱あのとか、アナ、アナーキックな状態に対する、あの、秩序をもたらす理論、足りえてるかっていうと、まあ、たそうではないんじゃないかっていう、リア、リアクションにしかなっていないっていうか、えー、だと思うんですよね。で、そこをやっぱり見ていかないといけなくて、まあ、ちょっと結論どうなるか、よくわかんなくなってきましたけど、あの、そういう側面を見たときに、 まあ、歴史的要因ってやっぱ相変わらず説明できてはいないんですが、あのー、少なくともあのハイエクが、えー、と構想したような、えー、と秩序っていうもの、えー、からこう逸脱している現在っていうのはあるんだよっていうことだけは、まああのー、言えるのかなとでそういう方向何ていうか順序で物事を多分考えないと人事主義の廃墟でっていうあの本の が成し遂げたことというか、あのやったことというのは分かりにくいかなっていうふうなことはちょっと質問を受けて思ったというところではい、えー、ございます。すみません。あんまりあの上手な答えにはなってないかもしれませんが、そういうふうに思いました。以上です。はい。えっと、河野さん、ありがとうございました。えー、それで、えっと、すみません。えっと ここからは、えっと、質問コメントをですね、えっと。いただければと思うんですけど、フォーラムの方からお願いしていいですかえっと、広瀬淳さんに、えっと、お話しいただけそうな感じなので、はい、お願いできればと思います。はい、おはようございます。っていうか、こんにちは。で、あの、3点で話します。 であのまずあの、新自由主義についてなんですけど、まあ、新自由主義って要するにあの新たな独占の形態なわけであの、その中のイデオロギー部品みたいなものとして,入って、うん、ハイエクとかベッカーとかそういうのがいて、そいつらは独占じゃなくて、市場代よみたいなことをしつこく言うっていうのの役割を果たしてるっていうね。 そういうふうな感じでまず考えるべきなんじゃないかと思うんですよ。だから別にずれてるわけじゃなくて、やっぱりそのなんか一つの独占形態を押し付けるときに、キラキラしたなんか良さそうなものとして見せなきゃいけないっていうのは、医療ローグたちの仕事なわけで、それをだからそんなものが、現実にそんなことをやるわけじゃないわけだから、あの実際に起きてることは完全に独占じゃないですか。アマゾンだってんだって独占以外の何者でもないわけで。 あのだからそのっていうのかなででどっちかっていうとその市場とか競争とかっていうのはそのアマゾン以外の皆様皆様方に押し付けられてるもので。 まあそういうふうにまず考えるべきなんじゃないかなっていうのが、まあ、そのコンサートのお話とか聞きながら、ハイエクのなんかこう、読,読むことの位置づけっていうものとして、一、まあ、つこう、まずいかな、独占の新たな形態の中でのイデオロギー的な部品と一つとして読むっていう、読むっていうか、それもあるっていうふうに考えてみてはいかがかなと。で、ウクライナについては、 ウクライナとその非暴力みたいな話については、まあ、こういうことなんだったと思うんですよね。要するに、チンマーバルと左派みたいな話が、要するにその帝国主義層を内政に転嫁するっていう話、要するにまあ帝国主義の国家から、 兵士がももあのあのなんて持たされた銃をそのままそのあの敵の兵士に敵,っていうか敵とされる国の兵士に向けるんじゃなくてそのままゼレンスキーに向けるっていうそれが無理ならそれが無理ならみたいな話なんですよねきっとね非暴力ってねでだけど僕からすると何かその何てうのかなそういうその帝国主義を内戦に低下するみたいな話も無理 同じぐらいなんか非暴力っていう話も無理だような気がするわけ。無理がなんかこう世界的なその 流れの中でね、全くそだって言うから、新たなネガティブと、そのさ、だって、弁証法で言った新たなネガティブとして世界の中にこう嫉妬していかないというの、それだったら、せっかくだから、どうせ同じぐらい無理だったら、1915年度で、その、レイリーさん、他ので、ね、お話をね、もう一回この場でね、練り上げてみるっていうのも、同じ無理だったら、そっちやった方が面白いんじゃねえのかっていう気が、まあ、まあ、僕はするわけですよね。 で、まあそのなそそ、愛だとか、あのアガペーだとか、セまあ、そう多分そう同じ次元にセルフディフェンスの話もあると思うで、まあね、あので、フェミニズムの流れの中にはセルフ,セルフディフェンスのなんかこう、ね、一回した柔道をやってみるとかなんだとかいろいろあるわけなんだけど、まあ、そのセルフディフェンスも本当は内政の話、なんていうの帝国主義を内政に転換するというその内政の話にしなきゃいけない,い,けないんだと思うので。 だから、からまあ、なんかそんなような気がしました。だから、まあ、非暴力じゃ絶対無理だよね、たぶんあだけど、まあいいや、それが一つです。で、それがだからその、僕にとってのウクライナ戦争か、ウクライナ戦争を倍にして、中で、ね、帝国主義戦争ですよね、どう考えてもウクライナ戦争って。で、でまあ、そういうふうに思います。で、気候変動については、気候変動については、まず、 まずやっぱ僕らみたいななんかこう座って勉強してる人たちがまず大前提にしなきゃいけないと思うのはあの人類なんかいなくなったっていいわけですよねはっきり言ってだってなんちゃらポセなんちゃらセーヌの時に恐竜全部全滅したんですよで恐竜が全滅したって別に大体問題もないじゃないですかだからそのぐらいそのっていうのかな生っていうかライフルライフは力強くて フレデリック・ジェーブソンがくだらないこと言って、なんかその地球の終わりを想像するよりも、司法主義の終わりを想像する方が簡単だみたいなこと言ってるた。そんなはずがない。バカ地,地球をバカにしているとしか言いようがないというか、ライフをバカにしているとしか言いようがない。だから、はっきり言っていいんですよ。人類、人類一般が絶滅しようがどうしようが。問題は、ここが僕がその気候,気候変動とバルネラブル。 の話をまあ結びつけけられるるかなとと思う,思うところがあるんだけど問題はそのそのど、どうせあの絶滅する人類の中に順番があるってことなんですよ。僕らは能うと生きてられるけど、もう早くも死り始めてる人たちがある,あるところにいると。で、この順番、こ,のこんなことでいいのかそれを考えるべきだと思うんですそれが気候変動の問題だと思うんですよ。 人類全体がいなくなろうがいなくならないかどうが関係なくて人類の中で常にのうのうと生きてられるマジョリティと、まあ、その人たちが生きていくために死んでいくマイノリティの皆さんがいるそれがバルネラブルでそれがひょっとするとだけど ツイートというレベルで言っていればいいのかどうか知りませんけど、なんかそういう話にか考え直す必要があるんじゃないのそういう地平から気候変動というのを問題にする必要があるんじゃないのかなというふうに僕は思います。以上です。はい、ありがとうございます。えー、っと、そうですね、これはどうすればいいの誰かに振ったほうがいいの河野さんに振ったほうがいい <laughs> 河野さん、何か応答ありますか あはい、ありがとうございます。あの、イデオロギー部品、的部品っていう表現が面白いなと思ったんですよ。いや、あの、同意します。あの、僕の言い方だと、えっ、ー、と、道徳的正当化ってことだと思うんですけど、あの、資本主義というものがあって、 でそれに対するやっぱりイデオロ道徳的というかイデオロギー的正当化ですよねということは、まあ、常に何らかの形で行われるということはありでと、まあ、真珠主義についても理論はいろいろありつつあの、まあ、新たな独占形態であるというのはもうあの明白なわけじゃないですかでそれに対するこう道徳的イデオロギー的正当化はどういうふうに行われてきているかっていうのを、まあ、僕は文化をやっあの あの分析するもの,なので、えっと、それを常にこうやってるつもりっていうところで、えっと、おっしゃる通りそのハイエクを読むという時にもハイエクはあの経済について言ってるふりを知ってるかもしれないけど、えー、相当の水準でのその道徳的性とかっていうのを行ってるんだと。で、えっと、だからイデオロギーでそれをあの引っ張らせば何、えっと、というか。 砂浜が現れるっていうようなことではなくてあの常に何らかの形の,あの道徳性的正当化っての行われていてそのある種のイデオロギー闘争ですよねがあるんだっていうあのことだと、まあ、あの名前を出したレイモンド・ウィリアムズの文化と社会なんかはこうやったと思うんですよねというあの考え方をあのするべきで片方でだからブラウンも ちょっと訳しといて言うのもなんですけどあの、その辺に関して立場が半端だなっていうところはあって、一体その純粋にイデオロギー的部品としてみなして分析しているのか、それともあのイデオロギー闘争を自分でそれに対して仕掛けようとしているのかみたいなあの立場取りっていうのは、まあ、これはちょっとこの言い方はまずいのかな、誰誰しも中途半端にならざるを得ない。 のでしょうがないのかもしれないんですけど、あのー、あまり区分けできてないなっていう。あのー、いう感じが訳しながら、ちょっとしたなっていうところはありますね。はい、お答えになってますでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ,あれですよね。だから自制的秩序。 っていうのはまあ何ていうかある種のお題目みたいなところもあるわけで結局自制的秩序が重要だよと言いながらなんかあのね左派、えー、が作ってきた秩序はあの福祉国家的なものとして全部解体していくみたいな、うん、何の秩序がじゃあその後出てくるんだそれはあの伝統と,、えー、と市場に任せましょうっていうわけで <laughs> まあその辺がねやっぱこうイデオロギー闘争の こう真骨頂なのかなというところもやっぱり、うん、あ,のありますよね。まあ、だから、何ていうか、まさに河野さんが言われたそのイデオロイト層っていうね、あの、部分については、私も賛成するところなんですが。はい。えー、っと、それで、はい、あの、広瀬さん、河野さん、ありがとうございます。えー、それではどうでしょう。他の、えー、っと、方が手を挙げているので、すいません。どなたが手を挙げて、あ、市田さん、お願いします。 一田さん、お話、どうぞ。はい。あの、えっと、ミュートになってます。聞こえますか。すいません。大丈夫です。はい。えーっと、もうここ風光研究フォーラムだし、風光との関係についてね。風光の読み方について。えー、っと、少し突っ込んでおくべきだと思うんですけれども。 あの新自由主義って言った時にその風ーの生成時の誕生あるいはあその前の間ですね安全領土人口はそこら辺の読み方に関わるかと思うんですけどもあの新自由主義っていうのはあの一つ市場は完全であるけども脆弱であるいわばそんなえっと一人でにうまいうまいこといけば完全だけれども あの絶えず外部からの脅威にさらされているものであってね、言ってみれば赤ん坊のように守ってあげなくてはいけないものというような論点があったかと思うんです。だからこそ、あの市場的なというか、コストベネフィット的な論理をね、外へ市場外的なところにも持ち込んで、それは逆に言うと、その市場を守ること、市場的なそのメカニズムを守ることなわけですよね。あので <laughs> その関係というのからすれば、言ってみれば、あの市場の外部というのはあ、絶えず新自由主義にとっては、えっと、ものすごい重要だったはずで、これ早く、ハイエクも,う言,っも、ね、言ってみれば、経済学者を辞めてもね、あの人もケインズに負けてね、もう経済学者辞めてみたいなところあるわけですよね、資 <laughs> 本論争で負けてね、<laughs> でそれで言ってみれば、イデオローグとして生き残った。 あでも、あのーまあ、市場メカニズムの断固たる擁護者あとして振る舞うというのは、あのー、言ってみれば、本当、市場の外から市場を守ろうとしてきたと思うんですよ、あの人は。だってあの人さ、日本人で誰が一番仲が良かったかって、田中制限ですよ、ちょっと思い返していただきたいのですが、そういう人と一緒に組むわけじゃないですか。 でそんな市場原理のをね、本当に信じていない。つまり、放っとけばいいと。ああ、もう古典的自由主義とは違うはずなんですよ。守らなくてはいけないと。で、だから新自由主義は、言ってみれば、あの中国共産党とも組めるわけですよね。で、その、非常にあ道徳的なし、道徳と新自由主義って、だから、セット。 最初からあ道徳と言わなくてもいいや何かねあのー、国家とさえ言ってもいいと思うんですけどもだからなんかね新自由主義の歴史的変化みたいなのっていうのはちょっとあ奥中井さんがあの出された論点っていうのはものすごく面白いと思うんですけどもその道徳の中身が全然変わってるのは一体どういうことっていうね <laughs> 市場外部の論理が変わっているのということっていうのものすごく面白い論点だと思うんですけどももともと新自由主義が <laughs> そんな市場を言ってみれば信じてないこかっての古典的自由主義者みたいにそこの点では最初からあると思うんですねだからあの時によってはあのその道徳の内容がまあほんああ,あ,あるいはあ,ある意味日和み的にね いろいろと変わり得るということなんじゃないかと思うんですよ風光と関係づけるならそういうべきじゃないかなというでだからあのえっ、ー、とハイエクをえっ、ー、とウェディブラウンですか論じてるそうなんですけどそこらへんウェディブラウンどうどう読んだ反応かなというのはちょっと聞きたい気がしましたね私にとって、はい、全然そのえっ、ー、とどう 市場外の道徳的なものとセットになっているっていうのは、あの不思議でも何でもない風光を読んできた身からするとね。という気がするんですが、なんか変なふうにウェンディ・ブラウン表として読んでんのと,とか思ったりするんですが。ごめんなさい、読んでない。はい、はい、ありがとうございます。中井さんに振ったほうがいいですかね。中井さん、どうでしょう えー、あすいません、えーとえーと、ウェンディ・ブランカのハイエクロン、えー、については、多分さっきあの河野さんがあのうまくまとめてくださったことに尽きるかなと思うんですけれども、えー、とそうですね、あのつまり、えー、とえっ、ー、っとと はい、あのコーの,あの新自由主義論でその市場というのがまあ脆弱なものだと考えられていてでそれはだ,だから国家がです、ね、市場を守らなくてはいけないというです、ね、そういうあのつまりあの放任しておけばいいのではなくてあのむ,むしろ国家が市場にあのあの奉仕しなければいけないというのそ,そ,れその。あのえっと えっと、その部分はあのブラウンも前著でもあの踏襲していたと思うんですけれどもで,でなのであの、まあ、もしかしたらあの確かに今回の,あのハイエク論 ブラウンはあの今回の著書ではあのもうフーコーとマルクス主義はとりあえず押さえて、まあ、今度また別の,あの観点ということで新保守主義の話をするみたいなあの手つきだったと思うんですけれどもでも、まあ、あのこの辺の議論もしくはフーコーとつながってる可能性があるかなっていうのは確かにそう思いました。 で、えっ、ー、と、そのさっき、河野さんにまとめていただいた、そのハイエックというのは非常にその秩序っていうのを重んじている。で、その秩序っていうのはその、結局さ、左派が押し付けている、来るような秩序ではだめで、それがまあ自然派生的に、あのなま伝統的な秩序っていうのが重要なんだということを言ってるのは、本当にそうですね。で、それが、で、あのブラウンの中で、それが、あの 現実で歪められているってことを説明するところが私もあのよくわからなかったところで質問あのさせていただいたところでもあったんですけれども、そうですね、あの歪められているのがなんかあの一番私があの気になったのは実際その歪められているというよりは、あのその ある種の伝統的な父を守らなきゃいけないんだけれども実際は守ってなくてもいいみたいなんです、ね、あのト,ラトランプがあのかなり伝統的な家族道徳からすると逸脱した行動をとっていても誰も気にしないとかですねなんかそういうあのすごくこう形骸、えっと、化したあの道徳になっているという話であるとかあとあの第四章であの やっぱりそのえっと守るべきえっと道徳とですねああああのああそ,うそうです道徳というか守その道徳と自由というのは結局俳句の中ではあのほとんど一体化しているっていう話をですねあのえっとそそれがそのあの一見するとそれはすごい矛盾なんだけれども実はまあ私的領域をこう保護するっていうあのことである種一体化しているっていう話をグランドはしているんですけれどもあの実際それがあの すごく恣意的にその自由っていうのが適用されてるっていう話を第4章などでも知っているのであの全然お答えになってないんですけれどもあのひあの私にとってもすごく面白いところで,であのも,もうちょっとブラウンがあのその辺を説明してくれればいいなと思って読んでいました。はい、<laughs> あまりちゃんんと答えられてないんですけど すみません、勝手に。<laughs> なんか突然降ってしまって申し訳ありません。えっと、ありがとうございました。えっと、なんていうか、私の感じでは、その、いまいちさんから言われた、その、えっと、まあ、風光的な、その、新住所義感ですよね。要するに えっと、市場は脆弱なんだから、まあ、国家が市場に放置して市場が持ってやらないといけないみたいな、そういう観点を多分どちらかというと、あのブラウン前腸のいかにして民主主義を失われていくのかの方であの、なんていうのかな、割に風光に忠実にあのそういうことを打ち出していたような気がしたんですけど、なんか今回の新自由主義の廃墟ででは、なんかハイエコを読みすぎたのか。 読んでよかったのかあの読みすぎたのかわかんないですけどなんかそのお題目としての市場、えっと、プラス道徳の,あのカップリングがいやまあこれが自制的秩序を、えっと、生み出すというのがまあ本来の、えっと、なんていうか。 自由主義のロジックだったはずなんだけど、実際にはそこからはもう、あ,のあまりにも逸脱してあの、秩序などあったものではないみたいな、なんかそういうストーリーにしてる節があるんですよね、多分でなんかそうすると、なんか自由主義のお題目が、 うん、なんかそれはお題目なんだけど <laughs> 本当にそうしようと思ってたのかなみたいな実際にはその市場プラス道徳っていった時にあの市場がその社会を、まあ、社会というのは社会的なものっていうのその社会体全体っていうことですけどの秩序をあまりにもその解体していく中で道徳という名のまあ,あの別の統治原理 で、その空気を埋めようとしてるだけなんじゃないか。まあ、非常に保守的なビブリで、という感じもしているので、まあ、なんか、その辺の,あの論点をですね、えっと、一応、補って、ちょっとえ考えてみました。はい。えー、すみません。私の余計な発言でした。えっと、中井さん、ありがとうございました。えー、それで、どうでしょう。 他の、えっと、ご質問ととかかかかコメントとかいいかがでししょう清清水水ささんんお願いしますどうも、えっと、ありがとうございました。でも、まあ、やっぱり風光研究会なので、まあ、少しなんかやっぱり風光に絡めた質問をさせていただきたいと思いました。で、今回あのなんて言うんでしょうね、バトラーの やっぱりマ、ま、ッ、あ、キー概念で、まあ、ずっとそうなんですけどあの哀悼可能性の話があの出てきたと思います。で哀悼可能性はやっぱり人口哀悼可能なものと可能じゃないものに切り分けるっていう話なんですけど、やっぱりこれはその、まあ、アガンベンがあの、まあ、あのバトラーは一緒にされるのは嫌がるとは思うんですけれども、アガンベンがやっぱり試験の機能としてホモサケールを想定するって、まあ、殺していいものを導入するっていう議論と、やっぱりこの哀悼可能性の議論っていうのはどっかに似てるような気がして、でそれはあの背後には バタイの試験区ーとかっていう概念があのはあの議論があるんだと思うんですがあの風ーの中にこういう試験の概念を読み取っていいのかっていうのはやっぱり未まだに私はちょっと納得できてないところがありますで風ーがそのレイシズムの話をするときには人種間闘争原説になるものがあるってことをあのえ社会は防衛しなければいけないと言うんですがこの人種間闘争原説ってやつは必ずしも試験の機能ではないような気がするんですねで まあバトラーとかアガンベンの議論から言えばそのレイシズムっていうものをこういうふうにその切り分け可能っていうふうなあの哀悼可能なものの切り分けっていうふうにまして割と整理がいくような気がするんですけれども風光のなんか議論からやってそのレイシズムの批判っていうのがあの果たしてこれで良かったのかもう少しなんかアガンベンとかアガンベンはいいですけどバトラーとかとはやっぱ違うんじゃないかっていうような。 その微妙なところをですね、少しやっぱり風ーのご専門家であるまあ佐藤先生や、あるいはあの箱田先生とかにちょっとお伺いしたいなと、あのー、思いました。果たしてレイシズム批判はそのこうバトガーがここで展開されているようなのと、まあ、同じような論議が風光に見つかるのかって、あるいはちょっと違うのかどうなのかってあたりです。はい。はい。ありがとうございます。えっと、私は簡単に応答すると、うん、だから、 なんていうのかな、そのままの形ではないにせよ、やはり、えっと、生の歴史の代官でいうような、そのレイシズム、国家レイシズムの形態が、まあ、ある種の、あの、なんていうのかな、社会対イコール人口の切り分けの論理と結びついているっていう点もあると思っているので、まあ、なんかあの、えっ、ー、と、こう、違うわ、えっ、ー、と、社会は防衛しなければならない。あの論 あの視点からいくと多少違ってくる部分もあるのかもしれないですが、まあ、あの、戦の歴史大観の視点、まあ、より、なんていうのかな、あの、ファシズム、えー、に近接した議論という観点から、まあ、さほど、あの、えっと、離れた議論ではないのかなというふうに思ってるんですが、えっと、どうでしょう、えっと、箱田さん、コメントしてくれますか。 えとなんかどうなんでしょう、でも、まあ、先生成時の,あの話ってのは、基本的に風光はナチズム、原爆、バイオテクノロジーぐらいで話止まってて、でまあ、あの社会を防衛しなければならないについても、まあ、アン・ストーラーっていうバリバリのところで白論を書いた研究者がありますけど、あのあのストーラーのあのえっ、ー、と,風光と、えー、教,欲望の教育の欲望でしたっけっていうあの本とか、 まあ、その時の議論もあったと思うんですけど、やっぱりフーコーは植民地主,主義に関しては、なぜか1970年代の初めの GIP のの,時の、えー、話には結構、えー、と興味を示していたのに、レイシズムの話になると、植民地主,主義に関してはあまり積極的に言及しないという問題というのはやっぱりあるので、まあ、それをどういうふうに補うかっていうふうな観点で読むと、多分可能だと思うんですけど。 直接的に風向から読めるかっていうのは結構ちょっと微妙なあのところがあるようにえと思います。もしどっちかっていうとその清水さんが案に言及されているようなつまり生と死っていったら死の方に関するその興味つまり死なせる権力であってナチズムというのは要するに民族そのものを もうあの死,に死,死滅へと導くような権力だみたいな話をして、それが政権,政、えー、政権力の、まあ、に極端な形態であるという議論をしていたと思うんですけど、そういうような話にどっちかというとな,なっているというか、それは植民地主,主義とかの話に持っていくというのは結構、なんかこう読み方としてはあるかもしれませんけど、風向そのものから出てくるかというと、まあ、結構微妙なんじゃないかという気がします。で あと、ついでに言うと、市田さんが言ってる、いわゆる道徳っていうのが何でもありっていうのは、これはむしろブラウンの中では、オールドリベラリズムの話の中で、オールドが言うところの秩序ですよね。秩序っていう概念がほとんど翻訳不可能っていうか、何でも秩序になるっていうふうな話は多分あのブラウンはあの踏まえてて、それがまあハイエクの言うところの、分道徳っていうものに、た近い。秩序、要するに、市場、 経済を成立させるために秩序が必要で、それをオールドリベラルはあの経済秩序とかただ単に秩序と言ったりしますけど、そういうものとして社会をまあ再編していく、もしくは社会を解体していくということがオールドリベラルのやってたことで、まあ、これが要するに、えーとまあ、メルケルとか今も、えー、とショルツもそうだと思うんですけど、基本的には一緒なわけですよ、ね。だってメルケルなんて政策なんかないじゃないですか。原発、 を反原発別に彼女が反原発だったわけじゃなくて、福島の後にあの事故の後に、選挙があって、その時原発問題が争点になるの分かってるから、先取りして脱原発ということを言ったわけですよね。例えば、そういう感じでやってるわけで、別にドイツがなんか理念的に優れてるとか、理念的に優れてるってっわけじゃなくて、ある意味のすごく現実政治的なところで秩序を維持するためにやってるという。だから、そういうふうに考えると、その、 もし、あんまり、ブラウンは強調してないですけど、市場と道徳っていう話で、えっ、ー、と、ハイエーコを読むなら、これは、えっ、ー、と、オルドーに、オルドにおけるこの秩序っていう概念は、道徳っていうのと、まあ、一緒のものとして読めるんじゃないかっていうふうな、えっ、ー、と、気は、えっ、ー、と、しましたま。それくらいです。はい。はい、ありがとうございます。えっと、それでもう、なんていうか、 予告した時間が、えっと、19時だったわけですけど、それの後再予告した20時っていう時間がそろそろ来ているので、えっと、そうですね、とりあえず、初評会は、あの、ここの、えっと、段階で切らせていただければというふうに思います。えっと、まあ、皆さん、えっと、時間が、あの、 長時間にわたったにもかかわらずですね、えー、まだ多くの方が参加してくださっています。あの、ありがとうございました。えー、っと、で、まあ、あの、なんてか、2冊、あの、クロスリーディングをするということで、なかなか、あの、うまくいった部分とうまくいかなかった部分もあるのかもしれないんですけれども、まあ、あの、今後の議論、 に開いていくような、まあ、いくつも興味深い論点を、えっと、提示していただいたということで、発表者の皆さん、コメントをしてくださった皆さん、えー、質問してくださった皆さん、えー、っと、ありがとうございました。えー、ということで、えー、っと、次回は、えー、っと、3月、えー、っと、初めぐらいになると思うんですが、えー、風光の、えー、っと、何でしたっけ、 えっ、ー、狂気、言語、文学の翻訳が出ましたので、えっと、そちらを扱う書評会を、えっと、やるという、えっと、予定になっております。また、あの、近づきましたら予告させていただきますので、えー、Facebook などをご覧ください。はい。えっと、では、あの、以上になります。えっと どうも皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。<タッ><テッ>